パン祭りやねこれ。お前シーラ詰めようとすな。さっきの日本語とカモットの時にここだけ読んどいて。ここだけえごだあこなんかこれあれです、この環境のここの場所の、そうそう、この惑星めっちゃ乾燥してるらしい。めっちゃ乾燥してるらしい。こじいじいじい、はい、うちまちょっと見して。これさ、これ見るときめっちゃ近いんだけど、何これ。人おらん、ここ乾燥。外日本語もっとは入れようと頑張ったんですけど、なんか入れなかった。ちゃんと入れれないとできないらしくってやめました。そうなんだ、ね、日本語から逃げるのやめました。人がいてからやめました、はい、勉強も兼ねてね、英語でね、はい、日本語に逃げるなんていうことでやりましょうよ。何やるゲームなんですか。戦時スーツできるんだけど、何やるゲームなんですかっていうのを、はい、はい、私ちょっと ちょっとだけ人の配信見たことあるんですけど、はい、お願いします。私たち、あの、はい、派遣社員なんですよ、皆さん。あー、なるほど、雇われのね、はい、はい、そうです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同僚の人終わってんな。はい、同僚の人終わってんな。はい、お願いします。ヤスモベニカ言います。はい、あ、だから頑張らせていただきます。お願いします。はい、一応セールハです、よろしくお願いします。一番のひなまです。あ、お願いします。じゃあチーフマネージャーの花部さんにお願いします。チーフマネージャーありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、本日はチーフマネージャーさん彼氏いるんですか。ちょっとそういうのは、そういうのはしよう。今仕事中だから。彼氏はいなくても好きな人とかもいるんですか。今先生仕事中だから。あ、先生なんですか。うちの先生は静かにして。お前はごめんごめん。はい、行きます。今からこの惑星で、あの、あなたたちに、価値のあるゴミを拾ってきてもらうんですけど。価値ないです。ゴミと価値は一緒に、あなたたちが価値を見つけるんです。うるさいな。あ、なるほど。リサイクルということですね。はい、そうです。で、拾ってくるんですけど、これ持って帰ってきて、で、はい、こう持って帰ってくるじゃないですか、ゴミを。はい、で、こう出て行って別の惑星でその売りに行くまでが遠足です。あ、なるほど。そこで初めていくらうちらが儲かったか、はい、わかりますので。なるほど、なるほど。はい、皆さん頑張ってゴミを集めましょう。で、ちなみに、はい、ちょっと投げ捨てるのやめた方がいいと思います。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、癖が、はい、右クリックでなんか物の価値が多分わかるんですよね、はい、こうゴミがあったら。すみません、もう一回言ってください。右クリック、右クリックをしたら、はい、なんか出るんですよ。トレーニングマニュアルが落ちてるのかな。そうそうそう、この時になんかそのこれはいくらですみたいなのがわかるらしくて。へー、先生には出てないです。で、私が知ってるのは、あ、先生は昔そういうの。生まれには出てないです。ダメです。なるほどね。先生が知っていいですか？ここまでです。はい。これ、アイテムってどうやって買うんだろう？どうやってそっちに出るの？聞き方やばいな。そうだよ。ハッピー。どこやって外に出るの？ごめん、リスナー、このコンソールでアイテムの買い方をしてくれ。あ、バイとかありましたよ。ちょっと出れそう。オープンザドアって書いてますよ。オープンしようぜ。これ、いじんなくていいの？ターミナルは。あの、オープンしてるんですけど、これはもう、しないと、これをいじって、アイテム購入するんですけど、なんかしないと開かないですね、これ。ブレスローリンチーム、なんかチーフマネージャーさんがなんかしてくれてるわ。ダイナミック。で、これで、シュッ。シュピルとか変えるんじゃね？タイプ、エルプ、フォーアーリット、オブ、コマンズ。ブレイクレバー。は？アニマルって何？ウェルカムっていう画面まで適当に。あ、なるほど、なるほど。開かなくてずっとドアパチパチして。デッドライン、スリーデイズ。これで、はい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 。先生、待ってですか？クォーターって何だろう？はい、ちょっと待ってくださいね。わー、先生、ありがとう。来た。これで、デッドライン3日目。デッドライン3日って書いてあるで。とりあえずショベルとフラッシュライトが、デッドライン3日、死ぬ3日間しか働けないのつら、うん、そうなんですね。実は労働の喜び得る前やん、3日ってちょうど、うん、プロフラッシュライトで、あ、
そういうことか。130円3日以内に集めろってことか。おそらくそうですね。うちらなんか10円持ってるぞ。どうやって？10円じゃなかったわ。一番左のバーみたいな位置じゃねえんだ。これ人間のあれじゃないの？点の位置おかしくね。個数それな。いっぱいもの個数 C でこうに。あ、なるほどなるほどなるほど。はい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 。ハッピーハッピーハッピー。これでまあ、フラッシュライトでいいか最初。外暗いんか。ワン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 。チピチピチャパチャパトゥピトゥピタパタパ。何これ。チピチピチャパチャパとうるさいやつだな。人がいない。知ってるかデジタル動画。知らない。知らない。え知らないの。まだ見込めたんだ今の。えずそうそう。見た見た見た。見てよめっちゃおもろいから。なんだ貴様さっきからチピチピチャパチャパのうるさいやつだなって黙って聞いてりゃチピチピチャパチャパそうそうそうめっちゃ好き。おなんか鳴ってますよ。でこれでこれでいいのかな。全然ドア開かねえじゃねえか。オープンドアとか言って。外はどうなってんだよ。窓の一つもねえじゃねえよ。本当だよ。ふざけるな。頭がおかしくなっちまうよ。宇宙兄弟じゃないうちら。じゃあ2個にしよう。最近宇宙兄弟読んだんだよ ね。え、宇宙兄弟いいよね。でその話お前とは別にしたけどな。うん、した。六人だから2本でいく。宇宙兄弟試験のとこ好き。わかる。最初の。来た。来た。開け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 。こっち。でこれ買ったやつはどっかに出てくるの？これはちょっと移動しないといけないのかな。かんな。ね。運転できんのもしかして？実はそう。え、スタートゲームできるよ。え？やってみていい？スタートしてみた？勝手に。あ！お？え ？Waiting for。なんか来たよ。来る。どうなの？え、これオープンできない。ここで。え、何？ここで動いてる。グラフィックやばい。これみんなこのまま。ウーバーイーツ頼んでみた。はい？これグラフィックこんなもん。ハザードレベル B。こんなもんなんじゃね？ああ、なるほどね。8時2分。朝の8時5分。来た。おはようございます。おはようございます。ウーバーイーツはどこ？リサが頼んだやつはどこから出てくの？そう、私ウーバーイーツ頼んだんだけど。おお。もうすぐで降ってくると思うんです。降ってくる、うん、すごい降ってくるの、ね、あ、なんか赤い丸あるで上に。あれは何、ね、太陽。あれはね、太陽かな。やば、太陽のグラフィック。あ、来た来た来た、うまいつ来た。あ、どれ、なんかこれ何、この虫大丈夫。すごい、ドラゴンボール来た。ダラランダ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 ン。お金がないのでこれが入ると2本しか頼んでないです。わかりました。はい、だから中が暗い時これ拾いなよ。二組じゃないといけないってこと。そうですね、だいぶ拾って。じゃあ、先生と一緒に行く人と、はい、はい、ウルハさんと一緒に行く人で。先生と行きたい。じゃあ、ください、行こう。やだやだやだ。4人で行こうよ。わかった、じゃあ一回4人で行こう。あ、行っちゃった。連れてって、一緒に。無理無理無理、死ぬ死ぬ。もう9時だよ。もう9時半。先生、私このコミュニティでハブられてます。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。俺はちょっと絆だね。ベニちゃん一緒に行こう、ベニちゃん一緒に行こう。上行くの？冗談じゃん、冗談。これちょっと建物の中に入りたいですね。はい、これスタミナあるんで気をつけてくださいね。これ建物なの？走り方かわいい。ハッピーハッピーハッピー。暗っ暗っ、行き止まり。この建物の入り口を探してみましょう。行き止まり、水たまり。なんだこれ、なにこれ、いけないやん。行きこもり。おーイエーすごい、見晴らしが。どこで盛り上がってる。見晴らしが終わってんだけど。あ、ここじゃない、ドアじゃん。これ右クリックのスキャンでエントランスがわかるみたいですね。スタミナあるんですね。あ、これ開けますよ。あ、いいですよ。開けます。放置ね。開いちゃった、ちゃんとね。今、ああ今なのちゃん やろうとしてましたね。何が？うわっ！ああ！うわっ！どうしました？怖い！じゃあ先端の人がしないとつけてください。はい。じゃあ右右の右右。
ゲームじゃないでしょ別に。大丈夫だよ。怖いん。まずは右の法則。はい、みんな離れるな。え、じゃあ行けるとこは全部右に行ってことは、帰りはずっと左沿いってこと？そう。わかんない。え、落ちたら。あなたここジャンプするとこじゃない？え、ぜっ、なんか一回字で見たことある。いや、先に。いや、これ絶対。誰か先行け。だってフラッシュないと思ってるから無理。キャラフラッシュないと思ってるから無理。じゃあ、フラッシュないと思ってるから。うちが行く、うちが行く。行くぞ。はい。ふっ。おー、先輩の背中。でけん。早く来い。行きます、じゃあ。ほっ。おー。行きますか、うらさん。案外飛ぶな。お、待って。うまい。すごい、うまい。ヒヤッてしたわ。おー、うまい、うまい。なんか、うまいですね。あ、こういうとこにあるんですよ、持って帰れるものが。右クリでスキャンします。そうです、右クリでスキャンします。ないよ、なんもない、なんもねえじゃねえか。なんもない、なんもねえじゃねえか。なんなんだよ、スキャン中。こっちのことじゃない。すごく意味のない通のアイテムは見つかりません。うわ、やばい、なにこれ。え、なにこれ。うわ、待って、意味のない。いや、絶対にこの技も。でもこれなんか切れ目というか、ドアのなんか、まあ、確かにドアっぽく見えるこれ。これ入らない。こっちにあるよ、こっちにあるよ、まだ、うん、道が。まだ道があります、こっちに。本当な。何の音？え、何？え、何？音してないよ。何？ザーって言ってたよ。ザーって言ってるね。嘘。これ絶対落ちちゃダメ。あ、待って、オープン。なんもねえわ。え、なんかあるよね。何？ロールロールロール。これ、これ持って帰りますよ。え？おお。お、いいですね。そういうのいっぱい持って帰るでしょ。持ってました、持ってました。なるほど。持ってる数に制限とかあるんですか？これ3つ、4つかな。行き止まりだ、ここ。行き止まりか。行かなきゃいけない。帰るんだ、これ。帰りましょう。さっきの道戻りましょう。またジャンプしなきゃいけないってこと？いやー。そういうことじゃない。あれ、そういうこと。なんかあるよ。なんか迷子になるな。あ、これってビッグボルト。あ、これあれだ、電気つくんだよ、それ。ビッグボルト。あ？え、なんか。電気ついた？ビッグボルト見つけました、先生。ニュークリ。おー、あった。いいですね、それ持って帰りましょう。はい。ここはもう行き止まりですか？これこっからもう一回帰れんの、これ。なに？え？なんかいる。なに？なんか、なんかいたけど今。なに？まあ、嘘をつくんじゃないよ。いや、本当に本当に本当に。先生に任せなさい。最近ちょっと先生帰れる、それ。お、大丈夫。え、怖い。ちょっとギリギリで。ギリギリでちゃんとすれば。照らして、照らして、照らして。本当にいるやん。なに？
左に曲がってる。煙を左に曲がってたのか。卑猥な物体に曲がってた。多分なるほどね。本当に手分けしていかないといけないんだ。Dead. あ、みんな死んだ。おい Dead. あ、船動かしただろ。動かしてねえよ。動かしてないなんだよ。っていうわけでね、はい、まあまあ一旦ね、編集期間終わり。そういうこと考えてなかったわ。分かる、2日目今のチュートリアル分かる、分かった。これフラッシュライト電池切れるの分かってたらそんずっとつけてなかったし。確かに分かる、そうだよな、ね、それな。あのうちらもう2円しかないんで手持ちが何も買えない。行きましょう。やばい、お茶目か、どうする、やばい、もう行くの。ええさっきのフラッシュライト買ったので持ち金がそこつきついた。2円しかないね。よし、手ぶらで行こうよ。うん、どうしよう。待って、じゃあこれさ、ねえ、汚い、拭いて、スクエルぬれた、2円しかないの無理、汚い、うちら頑張んないとお金貯めないと、これ装備買えない。これさ、外にはさ落ちてないの、うん、建物じゃないとダメなのかな。あ、外には落ちてないかも。うん、あ、じゃあ積んだやん。え、これさ、さっき私ボルト持ってたじゃん。最悪やん、もうモンスパッが、あれしか持ってないけど、一旦帰ってきていいの。あ、帰ってこのシップに預けてからもう一回出て探しに行ってもいいと思う。うん、あ、そうなんだ、オッケー、うん、中に捨てていけるから。よ
や、これスタートってどこで押しました？どうやってしてんの？スタートはね、そこのなんかレバーから、レバーでゲームスタートしたよ。もういけ早いねん。よし、なんかこれなんか本当は分かっていきましょう。なんか一人コンソール画面でなんかカメラ見れるんですけど、はい、この船の中で、はい、なんかそれを見ながら指示を出す人がなんかいてもいいらしいんだけど、うちらは無線がないからサイファーそれができないから、行ってらっしゃい、4人で行きましょう。はい、なんでよ、団体行動、うん、なんか、はい、よいしょ、なんか近場の方がいいんじゃない？近場結構近いけどね。え、なんか何？何？何あれ？え、何？何？何？なんかやばい、バッタみたいなの来た。ね、なんかバッタ？枯葉みたいなバッタ。びっくりした。メインエントランス、サクサクメインエントランスがそこしかないんだよね。え、同じことやるだけでしょこれ。そう、さっきともう30分経ったよ。まずい。え、これ何時までに帰ってくるんだっけ？夜じゃない、夜。多分だっけ？夜、うん。とりあえず夜。夜じゃあもうそで多分夜になるとさっきのエグいモンスターがいるから、うん、はあ。もう9時だ。なんか違うルート行ったり、もう違うんだけど。違うルート。確かに明るいルート行こう。何これ？オッケー。え？ファイヤーエグジット。ちょっと電気が、これ本当にすごいわ。電気ないのやばいね。電気やらってかって。あ、何？わかんない。見えない。何だ？そっちか。これは。え、待って、暗すぎる。電気？何これ？何これ？あ、なんか鍵ある、鍵ある。どこ？鍵拾った。これね、閉じられてるドアが開けられるはず。閉じられてるドアね。うん。うん。スキャンすると一瞬見える。うわ、一瞬見えるな。あ、なんかある、拾った。お、おいいね、ボルトだ、それいいね。かボルトやめてね。あ、拾った、元ゲイルナイス。そんなでかいの持って、私これ何だ、これマジで同じことになる。帰り道わかんなくなる。なんかやばい音しない、やばい、見えない、見えない、なんかやばい、見えない。一回さ、預けてくるっていうのはどう？うん、あ、いいと思う。これ、どれ稼ぐか。うん、だってさ、あ、てかそのでかいやつ高そうじゃね。これ死んじゃったらさ、うん、もう意味ないでしょ、だって。うん、そうかも。価値ない、死んだら。死んだら死んだらダメだよね。家はどこだ？こっちか。あれ？迷子？ん？え、迷子？あ、もう、わからない。え、迷子でワロタ。いや、迷子はね、迷子って思うから迷子なんだよね。違う、こっちだよ、こっちだ。あ、こっちです。こっちですよ、あなたたち。あ、こっちですね。こっちですよ。おー、素晴らしい。おー。記憶力が素晴らしい。いいですね、なかなか。で、どっちか。で、一回猿ですね。よし、昼の12時帰宅。お昼休憩。お昼休憩。お昼休憩です。ご飯食べましょうね。よいしょ。帰るぞ。よいしょ。これでいくらになるんだろう、はいはいはい、ね、130円なんないかな。なるわけねえだろ。一気にバケツないか。でも10円とかにはなるんじゃないですかね。フラットレートって1本何円だったんですか？いいね、え、53円。どうしたらいいの、これ置ける。あ、いいね、多分それでいいはず。これで、あ、53円だって。おい、めっちゃ高いやん。すげえ、ほんまや。これ多分あれだ、これひなのちゃん両手で持ってる間他のもの持てないでしょ。うん、なんか持てなかったかも。だから高いんだ。ああ、ほんとだ、ラージ。え、ほんとにここに置けば、置いとけばいいのか。うん、で、どうする、ね、じゃあ次行こう。時間が、もう1時でございます。第2時行こう。これもうさ、うん、あとせいぜい2個ぐらい持ったらうちら怖くて出れなくない？すでに。うん、怖い。時間的に。てか、今の早い時間のうちに取っておくべきだったのかな。え、よいしょ。ほんで？さっき左に行ってくる、見るっていうのは。うん、さっき右行ったから左行くか。え、なんもないの？なんもねえかい。あら、こっちじゃね？こっちだ。
あ、鍵使いました。おお。え、これ行き止まりなんだよね。そんなことがあっていいのこれ。なんかランダム生成なんですよね、多分これ。鍵いたー、なんかいたー。何なんかいた、なんかいた。どこに？浮いてよ。上？うん、なんかじゃあ下だ。タモケンチみたいなやついた。あ、鍵あるよ。また鍵あるね。拾った拾った。いんだけど。女の子だね、やめて。行き止まりだね。あれ？あ、で、ここでぐるぐるしてるのか。ほんとだ、ここでぐるぐるしてるわ。あ、こっち来てない道じゃない？このマスある。待って、え、ここまずそれは。待って、いる、いる？何あれ？あ、パイプか。絶対に雲がいるやん。え？こっち行ける。お前、ベニ。一人いない。今のお前あり。今の何も持ってったお前あり。あ、何？何？何？スマイルなどという選択肢があるのかよ。どうした？どうした？怖いじゃん。何も。怖いじゃん。何も持って帰れない。だって一回帰るやつ怖い。夜かもしれない。じゃあ帰ろう。夜かもしれないよ。今何時か見。夜じゃん。めちゃめちゃ夜やんけ。でもこの夜のさらに夜がやばいんだよ。どうしたらいいんだよこれ。でも130円ちょろくね、さっきの出だって30円とかだっけ、ね、50円か。でも今0円じゃん。まあ今0円だけど。よしよしよし。マップが悪いわ、マップが。これで。よいしょ。ほな。帰ってきちゃったけど。明日で全部集めればよくね。よし、まあそれはそう。何日間のうちに集めなきゃいけないんだっけ。明日で80円集めればいいよ。無理だろ。帰るねー。え？これどこに帰るんだろう。あ、わかんない。お、どうなる？おお。死ぬ。うちらの評価低い。ワンデレミート。プロフィットクアトロ本当に
かんない。これじゃあ別の惑星行く。この52円はどうなったの？あ、別の惑星最後に生産されるのか。うん。ああ。別の惑星も行けるんだ。うん。おお。じゃん。ちょっと待って、リスナーおすすめの惑星教えてくれん。うん、MM おすすめの惑星、惑星ベジータ行こうじゃん、惑星ベジータ。やだよ。ムーン鍵持ってきた、そのまま鍵持ってけるんだ。他の鍵なんだったんじゃないの。え、誰かジャンプしてみて。入った。あ、この店内のカメラ、モニターが。コストか。マーチ。ハッピーハッピーハッピー。ね、起きた。マーチに行きます。マーチ。ありがとうございます。マーチ行きます。マーチに行けるんですか、私の頭で。先生。いや、あなたたちならきっとできます。よーし、目指します。無限の可能性を秘めています。頑張ります。はい、マーチはおすすめなんですか？おすすめの惑星。おすすめ何らしいです。あ、これがこれで出れるの？よーし。は？よーし。おお。森。え、木が生えてるよ。おお。これさ、ちょっと手分けした方がいいんちゃう？やっぱ22ぐらいで。まあまあまあ。ちょっと、まあ、あなたたちも無線ないけど。分かったでしょう。22できました。無線ないけど。はい、分かりました。先生、はい、私は誰と行けばいいですか？グッドパンしますか？え、この時間が惜しいっす。どこ、私ベニさんと行きます。ベニさんと行きます。じゃあ、ヤナさん行きましょう。ヤナさん、さっき拒否しちゃったからさ。文句はない。どれがリサ？これまず。どれ？これ。これ？ヤナさん持ってきた。リサこれ？はいはいはい。バイバイ。これうちら大丈夫？いや絶対に大丈夫。ね、これ一人で建物がないタイプの惑星。一人で置いて逃げないでね。絶対逃げない。任して。本当に絶対逃げない。絶対逃げない。私の手を見て。鍵持ってる。これはお前の心の鍵を開けるための鍵。うん、そうなんだ。あ、なんかあるよ。守護キャラみたいだね。待って。やばくね？開けるよ。やだ。ピザ！一人にしないで。でもなんか良さそうじゃない？待って待って、もうあるもうある。おお。おい、これ持って帰る。見せつけてやろうぜ、うちらが。もう持って帰らない？待って。これもう帰ろ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 う。どこから来た？どこから来た？こっちか。わかんない。どこ？リサちゃん。え、多分こっちやね。もう帰ろ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 う。オッケー、帰還。もう家で待ってようぜ、これも。え、だからもう出発しようぜ。お前を待ってる。あいつらどうせろくなもん持って帰ってこないべ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、重たー、これ。うん、なんこれ。よいしょ。よし。ハンドフル。これいくらだ？52円。あ、トータル160円になったよ。おい、もう帰ろうね。もう帰んね。うん。え、これ帰ろうじゃん。もう早さっき。レバー引きたいな、これ。このレバー引きたいな。どこにいるかとか見えないのかな。これ分かる。どうやって分かるんだろうね。ね、これ。あ、うん。そういう機材がないとダメなのか。あ、これじゃね？あ、お、これ。え、待って、なんか音しない？え、待って、一回ドア閉めるわ。うん、閉めてドア。なんか赤い点が動いてたよ今。これ赤い点ね、多分ね、エネミーやね。こいつら死ぬぞ。あ、これさ、もう赤い線あるじゃん。うん。多分ね。タレットみたいな罠があるんだよね、確か。やばすぎ。こいつは死なねえかな。
開いたけど。え、あ、これ、ね、定期的に開くんだよね。怖い。あのピザ屋さんのホラゲみたいになる。何それ。定期的にあのあれだよ、襲ってくるやつ。やばいよリサちゃん。なんかやばそうな方にタレントに行きそうだった今。なに。赤い点も罠？多分ね、赤いやつ全部ダメなやつやね。何なんだろう。赤い線はこれドアなのかな。なんだろう。え、これ青い点は何？これなんだろうね。青いチョンはこれ宝物なのかな。青いチョン何なんだろうこれ。緑のやつがアイテム。緑がアイテム。あ、じゃあアイテム持ってるやんこの人たち。あ、本当だ。つまり出てきた。あ、これ帰ってくるんじゃない。帰ってくるんじゃない。一旦帰ろうって多分。帰ろうって話しないじゃん、この人たちが。帰ってみたドッキリしよう。こっちこっちカメラで。こっちこっちこっち。あのモニターに青い、周りに青いが来たら、こう近くにあの人たちが来てる。帰ってこれんのか。道わかるかな。帰ってね。あ、もう帰ってね。オッケー、そろそろ帰るわ。じゃあこれ帰ろっか。お疲れー。じゃあお疲れー。お疲れ。上がってないなんだら。上げてください。上げてください。上げてください。あげてほしいか。仕事したの？ちゃんと仕事した？ちょっと、なんでもう帰ってるんですか？早くねえかよ。いやいやいや。ちょっともう一回行きまして。私たちだよ。やったー！ほら、かわいいよ、これ。かわいい！かわいい！ほら。え、便利なやつ32円と33円だぞ。え、高いやん。一番コスパいいまである。オッケー、帰ろうじゃん。よし、帰ろう。でさ、これさ、一回行ってさ、フラッシュライト買うとかできないの、これ。売りましょう。そうだよね。うん、うん。これは入れれるんや。ちっちゃいのは入れなきゃいけないかもね。あーなるほどね。かわいい、うん、お、いいね。うちら結構 A 判定じゃないこれ。これ A でしょ。 B じゃない？ A でしょこれ。 B なんだよ。これで B は結構持って帰ってこなきゃいけないから結構頑張ったけどね。あ、これゼロデイズレフトってあとこれでどうなるの？これで、あ、もう一日やんの？今日で終わりかな？なんか言うとる。何を言ってんだ？電気。うん？じゃ今から売りに行きます。はい。あら、暗い。誰電気チキチャリしてるの？チキチャリ。お前さ、チキチャリ。え、これ今スネが動いてる状態？そうです。え、本当に？ありがとうございます。静かすぎない？あれ？こうか。お、あ、やだ。お、来た。離れたんだけど。こちらの本社です。ここ。本社。あ、これが本社なんだ。ここで売るんですけど、スティアルボディ売り方知らないんだよね。どうやって売るんだろう。ハザードレベル。ハザードレベル持ってってみる？持って、とりあえず持ってって。どれだ？これか？100%。え、できたよ。え？マジで？置くの？どうやって置くのこれ？置いていい？あ、いけた。で、これでいいのかな？え、なんか私が置いた時点でもう 100% になったんだけど。え、なんか来た。チン、これ鳴らしたら。え、なえええ、待って。ええ、なにこれ。え、やばいやばい、取られる取られる。ええ、待って、もう取れないんだけど。え、これ置いちゃダメなやつじゃねこれ。え、でももう取れない、もう取れない。なんで？ええ、これ、え、え、うるさしいな。
さん、職種に連れて行かれたけど、あ、持ってかれた、持ってかれたよ、これでいいんじゃない、 いいのこれで、あ、来た、おー、イエーイ、えー、フロアさんの裏手かい、尊い犠牲だったけど、これで仕事は完成だ、フロアさんたりしてはちょっと安いな、こっちは欲しいな、いや、あれ多分、鳴らしすぎたらダメなんじゃない、そうか、怒っちゃったんじゃないの、うるさくて、でも1回目の丸いで来なかったけどな、ね、うん、まあ帰る、まあいいか帰るか、うん、まあいいか失ったものはね、くよくよしてもしょうがないから、ね、まあそう、しょうがない、うん、帰ろっか、今日ウルハさんの概要欄なんかすごい、うん、なんかうん、見た、ウルハさんの概要欄、ウルハさんの概要欄見た、 YouTube の、うん、見た、今見るわ、悪くて、おいおい、うちが喋れないと今悪くて言おうとすんな、あ、帰ってきたぞ、おい、あ、悪い、帰ってきた、これ死んだらお金取られるの、鳴らしすぎて怒られたらしいわ、あ、そういうこと、あ、50円取られてるよ、おい、ふざけんなよ、死ぬなよ、マジでか、いやいやいや、だってうちが死んで気づいたならみんなはチン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 って鳴らしてたら死んだわ、マナーが悪いから、じゃあ飲みますよ、ないと、オッケー、これで、うん、下の3つはあれだから、まあ次225円だって、おー、なるほど、え、でもさっきのがいくらだったんだ、うん、さっきも余裕で225円ぐらいありそうじゃなかった、いくらみたいな感じだった、おー、250とかだったし、じゃあ2手って分かれたら楽勝じゃん、シャベル使うとこなんてあんの、ずっとはシャベル欲しいな、これでシャベルいるの、シャベル欲しいですか、シャベルね、なんかそのモンスターを殴れるらしい、あ、そうなんだ、じゃあ欲しいわ、オッケー、これで、うん、で撃破できるんだ、何1ってブームボックスおすすめ、何ボムボックスって、全然自分の視点じゃ分かんないどうやっちゃってんの、ボーニコ、チピチピチャパタリリリリリ、勝ち込み勝ち込み、勝ち込み勝ち込み、やめてね、何それ可愛いこれ、なんで指差してんの、こうやってやったら止まんない、いきーお前ふざけんなよ一緒やん脳みそええって、やだあ、来た、さあ、知らない惑星に来てみた、おー、知らない惑星、よし、行くぞ、ベニー、行くぞ、早い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 、ウーバーイーツ頼んだから、ウーバーイーツ来んだった、嘘よ、あ、ちょっと待っててよ、どこに来るの、うんとね、ここらへん、まだかな、リフちゃんいてよかったな、ね、わかる、リフいなかったらどうなってたの、初見じゃめっちゃむずいんだし、積んでた、ね、うん、じゃあショベル係とライト係、はいはいはい、あ、シャベルね、どこ、あ、そっちだ、ほんとだ、ララ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 ラじゃあフィジカルに自信がある、じゃあしゃべれ、うちライト、これで殴れる、行こう、コナノ、よし、行くか、ダン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 、ここはか鳥になっている、スタミナがない、わかる、よいしょ、なんかこんな道歩いていいのかな、ねえねえ、あ、メインエントランスあるよ、こっち、
本当だ。でもさ、メインじゃなくてさ、あの下から行った方がいいんちゃうの。下にね、あそこ人たち行ってたら今。え？今行ってたね。嘘。じゃあダメだ。じゃあ上から行くか。お二人ともあのこの先ドア閉まってます全部。あ、入れないんだ。鍵が必要ってこと？入れないっすね。じゃあみんなで。メインエントランスから行こう。せっかくだし。上の建物、上に建物あんの？うん。これメインエントランスこっちある。あ、本当だ。あ、そっち？こっち。よいしょ。よいしょ。あ？やばい、落ちたー。絶対こっちから行った方がいいよ。ギコギコ言ってんだけど、大丈夫か？一人になっちゃった。怖い、一人だと。ねえ、この足音さ、でってってでってってって言ってる。どこ？え、置いていくま。あ、おお、いた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 。置いとかないでよ。一区間だろ。あいつたち右行ったから、じゃあ左行こう。なんか気がするって言ってるぞ。え？お化け屋敷じゃない？なんか楽しそう。なに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 ？何？ああ！何？任せろ！任せろ！やばい！やばい！やばい！お！一旦殴っても食らったんだけど。死んだ？これ持って帰らないの？激ロ。何発か当てないよね。ガチで痛い。でもガチで死ぬこれ。私も激ロ。ラザもう一回行くじゃん。ダメージ食らわなければいけるっしょ。食らわなければいける。すいません、違った。はい、あっち、なんもなかったな。ヘイトコスなぁ、雲もなんもないじゃん。なんか雲こっちタグだろ、これこっちこっちこっちでしょ。こっち行ってないでしょ。うん、どこないやん。狭くねえぞ、この座でも。テレレ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 レってる。なんもない。なんもない。待って。ん？なんか。ちょっと一回手足してくれ。あの、スノーク、スノーク。しかないよね、これ。行くしかないかも。いや、ちょっとさ、分かった。あのさ、うちも激動だからさ、いなの。いやだ。いなの。いやだ。うち死んじゃう。もう。一回攻撃やってるだけでいい、多分。頑張れ、うちが照らす。行くよ、連れてくるわ。いや、でもこれ、いないぞ。いや、いない。いや、奥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 、やばい。やばい、エロ同人で出てくるやつだ、あれ。ノリ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 。じゃあ、エロ同人で出てくる、丸の丸飲みしてくるやつ、あれ。やめて、丸飲み食事やめて。
あれ丸飲みしてくるやつやて。やばいこれ。テラスってリーちゃん何で一人で。6時7分だし帰ろう。え、これさ、え、これフレンドリーファイヤーあるの？聞いてない聞いてない。フレンドリーファイヤー。でもだって殴るしかなかったじゃん今。ねえ、ウルハさんたちどこ？ねえ、リザちゃん。もう帰ろう。どっから来たんだろう。あっちだ。なんかいる。やだやだ。もう帰るから。はあ、怖かった。ミーなんだ、来てるからな。いや、ナイスだ。みんなナイス。でもナイス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 。どうして75円がパーになっただけ。マジナイス。怖かった。ナイス生存ナイス生存。マジナイス生存。はい。殺さないでくれ。違う。でもさ、あれさ、殴るしかなかったじゃん。確かになんか取り憑かれてたよね。取り憑かれて、食べられてたんだって。エロ同士みたいになってたんだって。
あの一個さ、なんかさピンクのフリスビーみたいなやつ拾ったら、うん、なんか、うん、浦さんが大好きホールドして死んでた、うん、なんか、なんかあのピンクのフリスビーってあれや、あのさブーブークッションみたいなちっちゃい、はいはいはい、ピンクのやつ拾ったら死んだ、拾った瞬間、そうだから拾わない方がいい、ピンクのフリスビー、あーオッケーオッケーオッケー、了解、マジで、あれだけなんかな、怖すぎるだろ、マジで怖かった、もう一人にしない、マジでえ今みたいにさ一人で帰ってきた時はもう待っとけばいい、待ってて、なんかこの白いボタンでね見れるんだよ、うん、これこのねモニターの、死んでるか死んでるか、あそういうことか、これを白いボタンを押すねん、で今誰も動いてなかったから帰った、ほんとだ、ナイス、なるほどね、これか40ポーフか、わかった。じゃあ始まったら買う。本当にこれ懐中電灯どうやって充填するの？これさ、あここらしいよ、ここ。無線で。これか。やってみて。おお。本当だ。アイテム全部失っちゃった、スコップも。でスコップと懐中電灯は持ち帰ったから。でさスコップと懐中電灯なくしたベニが。じゃあベニがなくした。なんで、よし、ウルハさんの秘密帰ろうとしたら死んだ、ベニーは襲われたとかでもなく、本当に死んだ、またかよ、いやいやいや、あんな一人にしたのが悪いや、私トイレ行ってくる、トイレ行ってくる、行ってらっしゃい、はい、あ、オッケー、これで、無線機買った、え、ナイス、一人、IGL、うん、え、これ、どうやって見るの、これ、なんか星に着いたらこのスイッチカメラっていうボタンで今自分がいるとこの周りと、うん、味方がいるとこの周りが見れるんですよ、マップが、うん、で落ちてるものも見れるってこと、うん、そう、ものも見えるし敵の場所も分かるんですよ、じゃあうちやる、お、いいですね、じゃあ無線2個買ったんで、うちがやるってなったらベイビーが1人になるいやいやいや、3人で、でも、うん、あ、オッケー、3人でもいいし、うん、手分けするとしてもうちベニの方めっちゃ見る、うん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 、私一人でも全然いけますよ、ほら、らしい、うちがベニのカバーするわ、ベニのカバー、オッケー、了解、だ敵と出会わないようにすればいいでしょ、ベニのこと、そうっす、うん、じゃあ約も一人でいけるかな、ごめん、何やってほしいって私に、いや、普通に行くだけ、ごめん、普通に行くだけ、うちがこの船の中からカメラ見て、なんかベニとかうちの周りと、あとみんなの周りと、あとマップが見えるらしい、みんなの周りの、あ、なるほどね、はいはいはい、落ちてるものと敵が見えて、はいはいはい、そうだ、なんかコンソールで、そう、 A 文字をなんか なんて打つんだっけ、ちょ、なんて打つか分かるか、なんか地雷、なんかトラップの解除ができるらしいんですよ、浦和先輩側で、え、これで、そう、分かった、ちょっとリスナーに聞きながらやるわ、オッケーです、オッケーです、オッケーです、じゃあどこの惑星行こう、これ無線は4人全員が持つってこと、2つなんで、うちと避難のは普通に一緒に行って、ヤクモとウルハ先輩に無線持ってもらう、おお、なるほどね、分かった、ヤクモの分のフラッシュライト買っとくか、うん、欲しい、オッケー、やべ、帰れるか危ういな、まあ、うちのカメラ見てみて、今日はただいま、向いてなかったら交代制にしよう、簡単、じゃあ天気悪いな、マーチよいしょ、ふぅ、わかったな頑張ってたね、ひなの、なんかよく帰ってきた、声に反応するんだって、怪獣、うん、そうなんだ、音に、あ、なんか目ついてなかったしな、だから静かにしてた、てベニー後ろから追いかけられたの見た、誰がベニーが知らない誰がって会話に私だけやめた、ベニーが追いかけられた全然知らんかった、ベニーの後ろからやべえやつ来てたよ、マジに見たことない、私が落ちる前え、そう、やばい、追われてるベニーって言った瞬間ベニー落ちたって、ねえ、落ちるよ、え、でっかそうだよ、何これ、こいつは殴っても何もなかった、あ、そうなんだ、でっか、一応バイツ頼んだんでちょっと待ってくださいね、はい、はい、このゲームフレンドリーファイアあるのやばい、普通にどうしよう、ね、
襲われたら、あ、もうあれだ、うちらあの別にアイテムいらないから、これ来たら無線とフラッシュライトが降ってくるから、一人一個無線持って、ヤクモがフラッシュライト持って。はい、了解。じゃあ行こう、ひなの。いってらっしゃい。あった、向こうだ。うちら無線はいらないの？うん、いいよ、うちらは強いから。え、絶対あった方がいいって。いや、ベニーが無理だから。もうお金ない。あ死ぬのやめてね。絶対死なない。ね、待って、どっちか持って限り。あ、いいよ、どっち、どっちでもいいよ。じゃあシャベルもらっていいかな。ありがとう。よし行こう。怖いよ。あ、あっちメインエントランスあるわ。おほほほ、何の成果も得られませんでしたよ、さっき。そうですよ。うわ、なんかすごい嫌な予感がする。じ、お、あ、ね、もう終わるよ。はあ、はあ、オッケー、帰ろう。帰ろう帰ろう帰ろう帰るぞ、一回置いてこう、一回置いてこう。なに、やばい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 、なしで行くの。本当にごめん、やばいあいつ、本当にごめん。多分さ、うちが取りに行っても絶対生きて帰ってこれないから。本当にごめん。待ってる、うちが毎回どっちか一人しか生き残れない。あ、待って、ネジ持って帰る、ネジ持って帰る、帰れ帰れ帰れ。よし、これひなの、これひなの、これひなのだと思う。これひなのだと思うってどういうこと？これがネジが？もう無理なんですけど、普通に死なないでねとか言って、お前が死ぬのだと。うちのセリフだよ。そうだよね。あ、見ても。あ、すいません。はい。ちょっとこっち来て。Okay。 これベニ落ちたら。ベニ落ちたらどうすんの？連れてくな、連れてくな。ベニも落ちたらどうすんねんこれ。後ろ後ろ。これ見て、これ高校のさ、これ、これリサちゃん下見て、あ、待って、ひなの死んでる。ひなの落下死してるかも。ひなの普通にキャラコンミスって溺れて死んだ。ひなのが溺れて死んだらしい。いいや、じゃあついてこ。どっち行った？リサちゃん、こっち右ったら。でもこれさ、死んでる視点が一番おもろいよな、正直。うちショベルあるから、なかったら任して。オッケー。今私ウルハさんと無線繋がってるから。うん。でも道案内してくれてるわ。頼もしない。行き止まり？何もないわ。ないね。うち、あら来たのか。こっち行ったは行ったけど、全然進んでないから。あれ聞くんだ、マジおもろい。あ、ほんとだ。あるかな。で、フラスク。おフラスク。あれ、フラスコだろ。あ、お、取れた取れた。いいやん。ナイス。絶対フラスコだろ。うん、ナイスナイス。フラスクやめてね。いいね、ちゃんと。すごい、おいしいのしてくれてるやん。え、なにこれ。え、待って、あれ絶対トラップない？やばい、いや、あれトラップ臭い。プレゼントだぞ。絶対罠だよね、絶対罠だよね。え、お前行くのか。
ギフトボックスやばいな。この左のドアの先にもあるらしい。ほう、なるほど。何があるんだ？ラスク。ラスク。あったあったあった。これはいけるでしょ。あ、これ両手持ちだ。あ、これじゃあ外持って帰ろうか。もう一個あるって。もう一個ある？シャちゃん、もう一個あるって。でっか、うん、ペニが持ってるやつだ。だってでっか。あ、これか。あ、電気取っちゃった。いいのかな。あ、なにこれ、やばい。ワイリー、ワイリー。なー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 なんか持ったらワーニングって言われたけど、とりあえず持って帰る。それ大丈夫？よし、帰ろう。これ大丈夫？本当に。どこだっけ。ここだよ、ここ。うん。なんかわかんないけど持って帰ろう。よいしょ。よし、これでひなのも弔える。こんだけ持って帰れたら。ありがとう。めっちゃいいじゃん。イエーイ。いいモードじゃん。喋れない。出とるけど喋れないんだよな、今両手で持ってるから。あー、そっか。このことも伝えよう後で。ふう。あ、へえ。やっぱ抜いちゃいけないとか、そういうのもあるんだな。などれ？瓶が入ってる。ほんとだ。重たい。重そう。めっちゃ重い。全然走れない。わかる。スタミナがずっとない。まあ、これで帰るんだったらまあいいんじゃない。まだ5時半やけど。定時や定時。ただいま。大量す大量になるの欲しいんだけど。うらさん、めっちゃいい指示。めっちゃいい指示。めっちゃいいっす。登れない。やばい、登れない。なんで登れない。ほっ、登れた。ヒラーノ即死した。ヒラーノ普通に、あの、キャラコンミスって死んでた。あいつアホやな。キャラコンミスってはこいつ。よーし、ケン。ナイス。え、これも48。え、なんか8なんだよ、これ。さっき全滅したやつらに言われたくないんだが、普通に。売るまでわかんないやつだ。いいね、じゃあ帰りますか。いい、ね、取ったらワーニングって出たんだよな、これ。ね、なんか電気のマークも出てるし。ね。黙って聞いてるやつ、ピチピチャパチャパ。みんなで。よし。これまだドア開けたまま行っていいの？浦さん？うん？しまった。あの、指示ね、聞いてるんだけど、あの、うん、いちいち切り返すのめんどくさいから返事ない時もあります。あ、いいよ。でも喋ってほしい。シーなの？あ、全然いいよ。あ、おはよう。死人が出たからだね。あれ、あれ、沼で死んだって噂聞いたんですけど。キャラコンビ知ったひなのさんですか？新聞に沼でキャラコンビ知ったっていうか、普通にそこを出しだと思わなくて、はい、降りたら死んだ。降りたら水やった普通に。なるほどね。私もね、沼に一回入ったけど、すぐ動いたら出れた。いや、なんか深かったんだよね。上がれなかったもん。坊ちゃんになった。うん、ボボ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 ボ。じゃあ、あー、天気良くなってるな。アッシュランセそのまま行くか。でもやっぱうちらもさ、無線あった方が良くない？絶対。どうじゃ、無線買ってあげよう。誰と無線するの？え、あなた。私。え、1個しかできないの？同じ繋がってるんじゃない？これ多分。いや、繋がってんじゃない？多分。よし。じゃあそれでいいんじゃないの？ダメなの？私が全員のし。なんて？聖徳太子トライしてみるか。皆さん一回のシャッターか指示中。え、てか別に3人で行動すればよくない？これ。だったら無線2個でいいかもな。確かに。でも買ったからとりあえずま、もう一回22で。22っていうか112で。112で。お、なんか水。無線。うちがベニーのこと信じていくわ。うんうん。この2。ん？ん？また枯葉みたいなバッタいた。私全員の、え、浦さん帰ってねんとこれ。うんうんうん。オッケー。無線も。私全員の指示したらいいの？いや、まあうちのことメインで見てほしくはあるよ。わかった。分かった。これどうやって見んのこれ。切り替えたりどうやってするの？お前無線持ってるよな。あ、来たー。持ってない。あ、持ってない。なに？痛い！なに？え？ねえ。虫に襲われた。
大丈夫、うん、だこれ。え、めっちゃ痛い。え、これ蜂だ。食べるなくても平気だよね。蜂がビリビリしてるぞ。ねえ、私もう死ぬかも。うん、これにカメラ、浦さん、はい、死ぬじゃん。追いかけるの？じゃ死ぬよ。かけるの？なんでよ。今これ目にの見てるやん。蜂に刺された。これモニタリングで上に名前書いてあるの。じゃあ5か。あ、はいはいはい。で、うち四角5個だから気をつけて。頑張って、ね、近く5個のやつね。どうやって切り替えるのそれ。でも私たちもう死ぬから大丈夫。もう分かった。じゃあ行ってきます。私何も持ってないで。あ、ないとないの。あ、そうか、死んだか。じゃあ喋る。頼む。え、でも私多分マジ死ぬよすぐ、ね。うん、いいよ。ライトね、買うお金ないんだよね。これ道合ってんのかな。あ、なんかこっち建物ありそう。変な惑星なんて、ここ。あ、メインエントランス立ちある。うわ。ん？これ落下ダメージあったっけ？ある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 。ある？ね、私多分。なんかだんだん、だんだんといけるこれ。本当に死ぬよ、多分。大丈夫、うちがここで受け止める。しないっす。やばい。どうやって無線するの？蜂いる。アワーバト。あ、聞こえた。あ、聞こえますか？ね、リサちゃん。ん？は、蜂がいる。オッケー、出た。リサたち。あ、ここだよね、建物。そっち蜂いるよ。そう、メインエントランス。そう、これ蜂大丈夫なのかな？ダメだって、刺されたって私。うちヘルスあるから駆け抜ける。いや、マジでやばいよ。本当にビリビリってなるで。何、あれは違うやつなの？うん、回ったらいけるよ。なんの？何いるよ。分からんって。え、あ、いた。いや、マジで死ぬ、マジで速攻死ぬと思うけど。まっすぐ行って右。死ぬことを恐れすぎている。え、だってマジでもう、だって多分これ体力ないんじゃないのかな。じゃあ、ついていくか。おお、もう拾ってる。おお。オッケー。緑。ちょっとまっすぐ。本当に誰かに触れたら死ぬ。うん。うん、なるほど。どこ？マジでわかんない。無線で聞け、無線で。ごめん、マジで出口の方。花ぶさだ。あ、いや、うち、それうち。あ、ひさちゃん、さっきの部屋戻れる？戻りたと。戻れてたんだよ。てか、ワンちゃん、ひなの死んだかも。鬼すぎる。ひなの死んだか見るわ。オッケー。さっきのとこ戻れる？無理だろ、どう考えず。二人死んでんだよ、もう。ひなの死んでる、ひなの死んでる。ひなのが死んでるとこに敵もまだいる。近すぎるよ。ちょっと、あ、一回帰るし。鬼畜司令官いる。本当申し訳ないですけど、あなたたちの屍を超えます。私は偉い。帰って、これ帰れるの？うちが持ってきたやつだけどな、あれ。本当すいません、帰ります。やばい、カルハみたいなバッタいる。なんか、あ、絶対やばいやつだ、あれ。これ帰れるのか。やばいです、ね、帰れ。すごい、帰り道がわからないかも。これマジで大丈夫なやつ？一人怖いよね。
あ、これに乗ったら帰れるんじゃん。無理か。あかん、これマジで帰り道分からん。いや、ね、元気づけてやれよ。こっちの方向だな。本当だよな。あいつ何してんだろう。わからない。部屋の中で立ち。あ、いた。本当だ。おかえりー。おかえりーとか言って。おかえりじゃねえよ。みんな死んじゃったわ。よく帰ってきた。これしか。あ、いいね。これしかなかった。うるは先輩が今何時置いてった。うるはさん何に殺されたの。まあ一旦帰るか。なんかやばそうだったし、笑ってるやつ死んだし、うん、見たいた、こう死んだとこに。え、ね、あれなんか結構ヤバめのモンスターだったな、うん、ほらこれ今死んでる。これ違うわ。ほらうわうわうわ、めっちゃいるやん。めっちゃ動き早。ヤバすぎ。いやマジで早かった。早かったよね。すぎる。早かった。いやこれちょっと私がうるはさんを死なしてしまったみたいだわこれ。そうだな、そっちの。待ってるよこいつ。しかも戻らせようとするし。戻れる。いやもう分かった。もう分かった。戻れる。もう分かった。今もう覚えた。もう覚えた。お前ふざけんなよ。え？う。何だっけ。いやこちらが死んだところまではいいけど、一人で切ない感じになってるリサに、いやさっきの場所戻れるって言って近すぎてめっちゃウケたぞ。無理なんだけどって。いや違うんだよ、リサちゃんドア入ったやん、うん、戻ったらさなんか緑のマークあったんや。なんかあったんだよ。あれリサなんて2人目の前で失って衝撃受けてたのに。あれが死んだ部屋なのか。トラウマ。いやごめんよリサさん。ごめんよリサさん。でもいや私が行き止まり、結構ね行き止まりってこと言う、もっと早く言えてたら。いやうちもねあの時もパニックだったから仕方ない感あるし、目の前に急に出てきてマジで見た。え、あれ見えてた？うちの先に。もう今日これ売りに行かなきゃいけない日だよ。あ、そうなんだよね。でもまあ足りてはない、159円だけど。でもこの電気のお金が分かんないから、確かにそうだそうだ、電気のお金がある。そうだ、うちらにはこれ借りてる分だけでいくいくらな。これで159159だから100円以上あるかこれ。まあ70円ぐらいすればその光が足りる。あ、本当だ。なんでこれトータルの価格変わるの。159ないっす。視界内に収まってないからかな。これさ足りなかったらどうなんだ。殺されんじゃね。リストラやね。え、リストラされる。うん、お前らベルは1回だけだぞ。1回だけ。何回も鳴らすと怒られるからな。はい、はい、寝てる社長様に。え、これ知ってんの。誰か社長様のベルを鳴らしなさい。すいません、すいません、収めに来ました。すみません、これ可愛い。すいません、もう押したって。すいません、これいくらっすか。うん、そんなに押していいの。怖い。すいません、これいくらっすか。まだね、これ、うん、マナー悪いな。あ、起きた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 。あ、鳴らした。やだ、大丈夫そう。それ大丈夫そう。私がやられるのか。やだ、マジやばい。おお、いくらだ。お、239円。あー、うわ足りない。いや違う、足りてる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 。うちら225とかじゃない。あ、ほんとだ足りてる。お、やりたナイス、やったよかった、リストラされずに済んだ。あぶねー、まだここで働いていいんだ。やったよかった。これ V スポやめたらこれを職にしようよ。そうだね、そうしよう。これで稼いでこ。まあでも社長に殺される可能性もあるぞ。いいのか、楽な仕事じゃないのか。でも社長の機嫌はいつの時代も取らなきゃいけないから、ね、まあまあそうだよね。確かに上司だからね。それを忘れてた。やばい、次371円だって。おい高すぎるって。マジでマジで死人を出せない。一旦じゃあアイテム買うか。あれ無線持ってる私まだ。私も無線1個あるから、まあ無線み、私次集中してみたい。あ、いいよ。はい、じゃあリサ一人ね。え、はい、寂しい。え、でもそれひなのの声聞けるってことでしょ。
うん、まあでもうちらも別にひなのの声自体は聞けるけどね。どうやって使うの？でも多分リサはリサをメインでいいんじゃない？うん、どうやって使うの？リサをメインで見たら壁かも。あ、キップで電源入れて9キーで電源入れて電源入らん。左クリックで話す。え、あの充電してみて。あ、充電がないのか。そういうことか。どう？これで、あ、いけた。で、オッケーで左クリックしながら喋る。ああ、そう、それそう。おお。よし、これでいいか。フラッシュライト2個買ったから。ひなの？はい。何？いいか。なんか。やっか。まあいいか。よくわからんし私も。え？赤いのが敵。うん、でもさっきねモニター見てるときちょっとあれしてアリサと話してたから多分大丈夫。黄色い三角みたいなのアイテムだったベニー。え、なんか緑の三角やったよ。緑じゃないかな多分。リサちゃんが持って帰ってたのが緑の三角。じゃ緑だ。黄色だか緑だか忘れちゃった、うん、あ、そっか。これ無線あれだ。ここで充電できる。ここもうさっきそれやってた。リサ以外やもうこれやったぞって。これやってくれてたからね。そこでね。ありがとう、ありがとうね。うん、かわいい。よし、来た。よし、行きましょう。はい、これでライトが1個届くから、2個届くから、うん、そっちのパーティーで1個取ってもらって、うん、はい。またえ、シャベルは？シャベルも1個頼んでる。ありがとう。おい、うちらシャベルもらっていいの？うん、はい、うち逃げ回る、いたら。確かに、まあ、避難のに見てもらって、うん、1,2,3,4,5,6 ここだ。ひなのリサ重点的に見てあげて。わかった、ありがとう。あ、ひなのね、これさ、ここでさ、IGL してる間さ、周りからショートしたらドア閉めた方がいいよ。わかった。うん、こわっ。ドハドハシャベル、はい、この娘もいつもここにいるのも怖いな。え、持ってない。持ってない。あ、じゃあうち持ってるわ。あ、そうだ。え？ララ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 ラ、こっちの方が一人で怖いかもしれん。もしもし。これ開くのやばい。こんにちは、今から、廃墟の探索に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。IGL は立花ひなのさん。それさ、はいはい、近くにあるよ多分、はい、2つぐらいあるよ黄色いの三角。そう、うん、この部屋、うん、その部屋に1個ある。この左かな。そのまままっすぐ行って逆、右手側かな、そっち、まっすぐまっすぐで、そこの左にある。それや。で、ん、そこの部屋に何もないと思う。あ、帰ってるな。ルハさんたち、それ目の前に罠っぽいのあるから気をつけて。この後ろ、地雷も止めれる。え、どうやって。そこまっすぐ、ルハさんたち、そこまっすぐ行くとあるよ、なんか宝物多分あると思うけどな。
帰り。びっくりさせようと思った。いや足音聞こえてたし。おもう120円。わあ。これさ、この U9 とかさ、これ何なんだろう。この9とか26とか赤いやつは。あ、それね、タレットの種類で、そのそれ入力したらタレットが一時的に切れるはず。どうやどこで入力すんの？ね、リスナーの出番だ。右のキーボードで入力？右のキーボードって何？あ、こっち？これ？あ、リサちゃん、なんかそこに宝箱、宝物ある。その前、目の前。あ、これ、蜂巣。あ、蜂の巣が宝物なんだ、それ。え、これ持って帰るよ、じゃあ。え、でも刺されない。あ、やばいかも。逃げて。逃げよう。ダメだ、危ないよ。え、まだあるよね、これ。まだあるけど、やめた方がいいんじゃね。なーなちゃん。はーい。リサちゃん、生きてる？生きてるよ。あ、オッケー、ありがとう。フラさんたち、そこの正面の部屋に宝物あるよ。もう一個奥にもある。今ベニが入った方かな。あ、そこじゃない。帰ってるの？ん？は、1212345。ベニ1,2,3,4,5。あ、なんか全員いる。いや怖いからいいの、閉めてんの怖いから。ここでどこで入力したらいいんだろう。ここに入力すればいいのかな。なんかやばくないそれ、大丈夫？誰か、え、もしもし、大丈夫？なんかめっちゃ赤い丸でかいのあったけど、誰かの近くに。あの、蜂連れて行くわ。あ？やばい。ごめん、蜂連れてきた。やばいやばいやばい。やばいってやばいって。どこだ、やばい、ちょっと蜂のヘイトのせいで入れないんだけど。それやばすぎる。待って、蜂が家の前に行って入れないんだけど。いけた、よし。いて、いてて、て閉めて閉めて、バカバカバカ。あー、いて。待って、やばい、事件事件発生、事件発生、まずい。これどうしたらいいの？リサ、生きてる？
や死んでるなこれ、全員死んでるなこれ。よし、やだ、うー目の前で。うちら完璧なさすぎ、やばい、ほんとすいません、ほんとでかすぎる、ハッチトスの、ほんとすいません、ベニー気づけよ、さっきまで隣にいた相棒がいないんだから、だ先に帰ったかと思って帰っちゃったもん。なんかベニーがハッチトス連れて帰ってきた。でももうトンと言えばリサが悪いの、それはそうだよ、リサが連れて帰ってきた、うちが連れて帰ってきた、上に死んだ、その上で死んだ。本末前。いくらだったんだろうこれ。マジで危なかった。81円。81円だ、ハチの巣。今202円あるトータル。これちょっと売りに行くか。一回売れに行けるの？うん。あ、そうなんだ。ハチの巣結構高いじゃん。頑張れば私は。でもあれ。よかった、いや危なすぎる。あれ私も死んでたらどうすんだよ、あれ。危なかった、マジで。本当はあんなになんかめっちゃおもろかったけどね、負けなかった。私も一回蜂に追いかけられたけどさ、ちょっと離れたらどっか行ったんよね、普通に。蜂の巣持ってるからちゃう。あれは蜂の巣持ってなかったからだ、うん、なるほどね。あね、マジおもろかったの。今行くと値段安い、なんで。は、あ、そうなんだ。じゃあ後で売った方がいいんだね。株、あ、本当だ、最終日に売った方がいいって。マジかよ、タブみたいな感じ。トイレ行ってきていい？タブみたいな感じ、いいよ、いいよ、しゃい。これな、今アイテム何がある？鍵持ってる、ハチの巣とこれと、あ、アイテム、アイテムなんもない。なんもないよ、無線機だけ、無線機1個だけ、うん、1個だけあるんだ、ナイス。私が死んでなかったから、なんか納得いかないわ、死に方が普通に。ね、どういう流れで死んだ。私がさ途中でさ見てる時にはさ、みんな生きてたんだ、走ってたんだよ。なんかリサがあの蜂のヘイト引いて、その間にベニーが蜂の巣を取りに行くっていう算段で、うん、まあ、そうリサが取りに行ってんのを見てたんよ、うちとベニーは、うん、並んで、うん、そしたら地面からでかい虫が出てきて、うちだけ死んだ。お前隣にいたのに。なんかこれでっかい赤い丸があって、おっきいのが、うん、それで死んだのか。じゃあ、じゃあそれだ、3人でいたはずなのにうちだけ虫に食われて死んだ、急に。しかもおしゃげね、すしかも一瞬だったからだ。っていう、なんて、一瞬だったから。一瞬だったから誰にも気づかれなくて、うん、死んでから気づかれた。そう、私赤い丸やばいのでかいのあるよって言っても誰も反応しないからさ、なんか無線切ってんのかなって。うち無線持ってなかったからさ。そっか、そういうことか。で、ちょっと中してた、ハチとこれ今星、うん、星に着きます。で、ウーバーが来る、もうすぐ。はい、ウーバーやめてね。じゃあヤマとか佐川急便、佐川か。充電しよう。死んじゃった。テレテレテレテンテレ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 テ持ってますよ。あの船の中だったらあれなのか、なくならないのか。あ、じゃあいいね、全員持ってるやん。1個船の中に置いてくわ。あ、いい、頭いい。確かに今回はみんなで行く感じ。誰が指示中する、どうしよう。え、うちじゃあ次指示中やっていい。いいよ、どうぞ。ありがとう。指示はみんな聞いてた方がいい。あ、いやでも別にどっちでも。いや、みんな聞いてた方が多分割といいかもしれない。うん、じゃあひなのこと重点的に見てみるか。
ビューモニター。てか思ったんだけど、これね多分ね普通にね、うん、3人で行動した方がいいよ絶対。なんかその無線の充電が切れるじゃん。うん、だから一人無線つないどいて、その指示聞いて、でまたその、あ間違えた、電源が切れたら違う人が無線するみたいな感じの方が多分いいと思う。うん、うん、でちなみにあのなんか、こっちで結構ここで地雷源あれするらしい、このパソコンで。あオッケー、じゃあ無線置いてくね。浦さん持っててじゃん。いや、ベニも持ってこう。3人持ってた方がいいと思う、たぶん。え、でも死んだらみんななくなっちゃうよ。でも1個あるんでしょ。まあ、まあ、いっか。2つあればいいか。うん。でらっしゃい。いや、なんか死体持って帰れるっぽいから。え、モニト多分時間、11時だよ。あ、いい。やばい。何の入れといて、電源。わかった。あそこってこと建物。え、これ。これ沼じゃね、これ。これ行ったらまずいな、多分。また死ぬぞ。なに？あ、私無線以外何も持ってないから。うち、あれ持ってるわ、ライト。私もライト。スコッペは、スコッペ。スコッペ持ってない。終わった？リサが見てくれんだったら。まあいいか。うん。行くわよ。みさちゃん。こんにちは。どうですか、ありますか、何か。え、何じゃ。タレット、タレット、タレットあります。やばい、普通にもう、どう、生きろ。あ、タレットだ。タレット壊して。タレット壊して、タレット壊して。みさちゃん、タレットいける？笑い事ちゃうわ。笑い事ちゃうわ。あのタレット性能良くない？いい、めっちゃ来たよ。カメラが止まったわ最初。じゃあやめよう。まあ一旦やめるか。あ、ネジあるやん。あ、タレットオフになった。今のもしかして。あ、タレット探しちゃう。ちょっと待ってね、なんかタレット。あ、いやいや、かーんって言った。人な、人。これ何秒、これさ、いっぱいカメラなんじゃない、これ。一人で行ってみて。行った。タレット何秒消えるか見とける。何秒消える、何秒タレット消えるか見ておくだって。見ておけれるだって。ですね。お、切れてる。あ、今動いた。切れてるこれ。今切ってる？ああ、今動いた。短いな、多分。次オフになったら行くわ、私。5、6、7秒、10秒ぐらいか。そう、10秒もない、多分。で、じゃあもう切る。危ない。クシで切るから、その後にすぐ駆け抜けてほしい。オッケー。切るよ。切るよって。切った。切れた。行くぞ。オッケー、切ったな。危ねー。で、その箱1個しろ。あ、そっちも行けるな。そっちの正面に2個ある。なんかある。こっちの正面に2個あるって。ルンバみたいな。待って、これ罠だ、これ罠だ。これルンバみたいなのはやばいよね、リサちゃん。違うじゃない。その十字路になってるところの真ん中にあるんだけど、それがルンバですか？はい、それがルンバです。一応こっちでは何も出てないけど。一応こっちでは何も出てないって言ってる。もいい、でもスルーしたのが良さそう。避けるしかないんだこれ。避けそう。踏まないように行くよ。え、行けんのそれ？踏まないように行けばいいんじゃないのこれ？ほら。まあなんかベニー行ってるぞ。左だよ多分。まあ普通に踏まなきゃ平気か。うん、触んなきゃいけるかも。帰り道行く？これ追われてたらやばいぞ、ね。え、どっち行った？こっち行って、そのまっすぐ行って、まっすぐ行って、左の部屋にあるって。怖い。ある。めっちゃあるやん。めっちゃある。うわ、めっちゃあるじゃん。待って、でかいのある。私持てないや、これ。でかいの。あ、待って、でかいの。あ、待って、これ無線持ってるからもう持てねえや。待って、高いやつ持ちたいね。私高いの。奥の持ち物いっぱい。持ち物いっぱいやな。これ喋れねえ。持ち物いっぱいや。え、でかいから40。うん、持てない。今持ち物いっぱいになったから一回帰るね。オッケー。一回帰るか。うん。待って、これ何円って言った？ん？どれ？26円か。帰り道わかる？違うけど何円なんだこれ。帰り道わかる私たち。左。逆？あれ？逆っすっつってる。
それまっすぐ。こっちこっち。こっから左じゃね？右に曲がって。地雷気をつけて地雷。懐中電灯できない私。そう。懐中電灯できる。まっすぐまっすぐ。地雷どこあるか知って。まっすぐだって。そこから来たっしょ。ん？地雷があるこっちか。これまたタレットがあるからね。うん。一回止まって。リサちゃんが一回止まってだって。ね、何個かあるけど。どこだっけ？もう持てないよね。どこにタレットあるの？あ、ここか。ねえね。もう持てないからタレットオフにしてほしい。オッケー、じゃあ2秒後切るね。2秒後切るねだって。行くぞ。切れた。今だ。行け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 。よーし、いいね。いいね。よーし、帰るぞ。いいや。うわ、なんかすごいいる。ぴょんぴょんしてる。めっちゃいいやん。なんかいたわ。帰るか。帰ろう。やっぱこれ3人とか、やっぱ効率がいいな、これ絶対。稼ぎがいいですよ。で、6時半だから、もうこれで帰って、うん、終わりでいいんちゃう？売りに行く。よいしょ、よいしょ。え、これ結構な金額じゃない？私3つ持ってるぞ。ね、うち2個。私1個、でかいの。え、それちっちゃいの持ってでかいの持てないの？持てる持てる。あ、そういうこと？うん、そう。うん、そういう意味で聞いてた。あ、そうなんだ。おかえりー。ただまー。ただねまー。持ってたのか、40円のやつ。まあまあ、40円だし、一緒。持ってきたな。間違った、26円だ。おー、いいね。なんか、なにこれ？うん、上がれない。わかんない。パパパーンのやつ。ポポポン。よいしょ。おー、すごい。おー、いっぱい持ってきたね。クッキーのか、その木みたいなの。おー。いいね。え、クソちゃん届いてきてない。286円。よかったよ。あ、ほんと？やった、うん。楽しいわ、これ。よし。聞いてはないけど。いくら？286円、今。おー、いいね。全然余裕でいけるくね、こんなん。なんかイージーじゃね、これ。まだ2デイズでしょ？明日？うん。今何時だ？もう一回帰るか。明日頑張ろう。うん、帰った方がいいかも。うち昼すないし。オッケー。よいしょ。みんな充電する、かわいい。ふぅ。ふぅ。いいね。いいですね。ナイスだね。日本円でいくらになるの？5億ぐらい？めっちゃ。えー、なわけない。本職にしようかな。これでも B なんだ。もっと持って帰ると無理だろ。で、じゃあ、なんかもう欲しいアイテムとかないよね。17円しかないけど。ない、うん、ない。オッケー、じゃあ行ったことない惑星行くか。オフェンスがちょうど今、うん、天気がいい。そんなんもわかるんだ。そう、天気がいい方がいいらしい。へえ。天気悪いと化け物がいっぱいいる？うわ。どうなんでしょう。見晴らしが悪いとかじゃないの普通に。そっか。なんか来たことあるとこか僕。初めて入力する文字なんだけど。もういいか。いじるとつって。まあ誰だっていい。まあ、花伏せでいいんじゃね？本当やりたい人いない？は、うん、どこにはいない。私気失ってた役も。うん、ごめん気失ってた今。え、大丈夫？は、え、大丈夫。ごめんリアルじゃない全然。あ、びっくりした。いけるよーん。私多分これ苦手。このイジェル。分かった。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。行こうか。うん。すごい。行き止まりっすね。うん？地下？向こうか。ルハさんどこ行った？あ、これ。だ。でも線使えない。あっちかな。うん、あっちに建物っぽいのあるよね。どっから登るんじゃ？わかんない。どっから登るんだ。これ辿ってったら見れんのかな。ペニ持ってきて、あ、ペニ持ってきてないよね。何を？
無線。ちょっと持ってきてない。オッケー。避難が切れたらうちが電源入れればいいんだよね。うん。ん？どこにあんだ建物？なくね？あれか。あれ上行けないのかな？あれ。落ちそう。うまい。登れたけど、え？でもなんか建物抜けそうな気配なくね？ごめん、死ぬわ。え？体力やばい。あ、そこピザのさ。キャラコン。あ、聞こえる？これ。聞こえるよ。ヘイ。何？大丈夫ですか？大丈夫よ。いいねーねえ、これほんかぼちゃよいしょ。いいです、ナイス。まあ、でもここで結局下るっぽいけど、やばい。11時半あ、ここにあるんだ。いや、ここで合ってるわ。遠すぎだろ。これ帰れんのか？ないね。よいしょ。待って、まだだめだめだめ。あ、いる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 。よし。はい、出てもいい、出てもいい、出てもいいよ。それやばいやばい。やばい、ベニー大丈夫。え、ベニー戻ってきない。え？やばい。やばい。やばい、ベニーが出てこない。ベニーのカメラ見てもらって。まだ、ちょ、だめ、ま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 、ベニーが生きてるか確認してもらって。まだ生きてる。あ、死んだ？え、ベニー死んだ？めっちゃ笑ってる、花粉さん。え死んだって。死んだ。ベニー、ごめん。ごめん。まだ中にいるかどうかを聞いて。花粉さん、まだ中にいる？化け物。花粉さん？ちょっと待ってね。一回。やばい、今日でちゃんと持って帰らないとクビになるぞ。ごめん、もう一回言って。ヤクモのシンデレのとこにはいなかった。え、これ入り口から近い？さ、一回入れる？入ってこないと、ちょっと見えない。オッケー、入るわ。一回入ろう。行くよ。オッケー。うん。入った。あ、待って。そう、左にいる、左にいる。出よう出よう出よう。え、こっち。え？これ左にいる。じゃあ一回出よう。今見えない、今見えない。あ、今見えないらしい。それさ、左の、じゃあ右の部屋行ったらさ、左にいるよ、左にいるよ。右の部屋はいないって。右に行くしかなくね、これ。右に行こう。待って、このでかいのが、こっちに置いとこう。オッケー。怖い。いや、うちら持って帰んないと、いろいろ今日がラストの。待って、やばいやばい、やばいやばいやばい。左のうちが死んでもそれ持って帰って。わかった、逃げて、ウルハさん。やばい、なんかツチノコみたいなやつ来た。ヤゴみたいなやつ来た。危ねえ。笑い事じゃねえって。ね、やだ、行かないで。やばい、ウルハさんが行っちゃった。やばい、なに、カッポしてる、カッポしてる、カッポしてる、うん、やばい、やつらがいっぱいいる。どうしよう。あの、花房さん、これうちら金足りないぞ、絶対。ウルハさんもこれ無線入れとこう。え、どうしたの？これ、いや、生きてるんだけど、まだなんか、中でマジでカッポしてるらしい、化け物が。いや、右も左もいるかも。そうだ、ね、一瞬で見れる。オッケー、見とく見とく。いきなり聞こえない。その左の道にいる。今チラッと見えた画面に。右の部屋の方は特にない。右か。待って、私も行く。待って待って待って、ストップストップストップ。その先、そのまっすぐ行った先の道にいる。
か、下行こう。下行く、確かに。そうだな、一旦帰って。うわ、ないわ、下。下ない。下ねえわ。え、これリサ左いるんだっけ？下いるかも、これ。一旦じゃあ、まっすぐ部屋に帰って、まっすぐ行って、あ、待ってね、収束して。それでも、帰ろう、これ持って帰ろう。オッケー。これ下から回っていけるか。ベニー、ごめんな。ベニーごめんね。もう一目散に逃げちゃった。ベニーが戻ってこないと思わなかった。いや、わかる。男気ありすぎる。ちゃんとベニもさ、出てくるかなって思ったらさ、全然あれ出てこないと思ったら死んでた。よいしょ。これ家どこ？こっちか。え？フルハさん？なのやばい。何？やばいのいる。何？なんかいたぞ。な、やばいって。家どこ？ね、いやでも家はさっきのところ通らないとつかないんじゃない？そっち行って。なんか、なんかいるらしい。今やばい、今周りやばい、今周りやばい、いるそれいるそれいるそれいるいるいる。やばいやばいやばい。音に反応する、音に反応する。静かに静かにしとけばいいっぽい。一緒、君たちから見て左の方向に船がある。来て来て。うわ。オッケー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 。これ声出すとやばいっぽい。オッケー、オッケーってでかい声出すな、お前さっき。いやいや、でかくないでかくない、お前さっき。ここへだって。おかえりおかえりおかえり、ここへでは。さっきだよ。ナイス、よく逃げたよく逃げた、ナイスナイスナイス。お前、いやでも意外とあと50円だぞ。本当？ねえ、うらさん、ナイス。ねえ、でかい声出すなっつってんのにさ。でかくないよ。うんとか言ってでかい声出すなよ。でかくない、ちっちゃいかな。幼女やん。え、でもあれさ、これ早く、え、これ船出すよ。うん。いやでもこれベニの死体を持って帰ってきたら安くなるから、やっぱ死体を探すべきだったのかな。あ、そっか。あ、でもね、あれヤクもね、あのなんかその下の階に落ちて死んじゃったから。あ、じゃあ無理か。無理かも。え、落下死したの？落下死した。ちょっとうちが早すぎて動き追えなくて誘導ミスっちゃって。いやでもね、ベニね、ベニ無線持ってなかったから。そう、ベニ無線持ってない。あ、そうなんだ。やっぱこれね、無線持った方がいい、みんなね、全員持った方がいいね。絶対持った方がいい。ベニおかえり。おかえり、ただいま。おかえり。怖かった。ただいま。怖かった。モニターでごめん、ごめん、ごめん、置いてっちゃってごめんね。もう違う、ベニこれ拾って、死んだベニこの床のやつ拾って。いや無線は持ってこう。持ってこう。電源抜いといて、一人になったら電源入れよう。危なくなったら。ね、待って、うん、これさ、もう今日ゼロ日だけど、これ。え、そうだよね。あ、そっか。昨日の時点で2日目だったよね。あと1日あるって。あ、そっか。ゼロ日で私に行かなきゃいけないんだこれ。あ。気まずく空気。逃亡する？逃げる？え、これどうなるの？あ、どうなっちゃうのこれ。一回もう一回さ整理しようよ、本当に借りてるのか。どう頑張っても足りない。324円。ロッカーの中にいるやつ回したらこれ足りるって。ぶっちゃけそれなの、聞こえねえ。あ、おい、あ、待って、足りるかも。え、足りる、足りる、足りる。あ、足りてるわ。あ、やった。うわ、よかった。よし、よし、ナイス、ナイス、ナイス。はぁ、あ、よかったー。これ足りなかったらどうなんの？いや、殺されるって絶対。絶対殺される。うん。リストラされたらどうなんの？だから殺されるんだって絶対。多分食われるんじゃない？出される。だって、うちらリストラされてなくてもうち食われてるからね、一回。確かに。上司。確かに。よし、持っていくぞ。行くぞー。
っぱいだ。あ、やばい。あ、あ、何？ねえ、やばい、どうしよう。ねえ、どうした？やばい、どうした？え？やばい、フライングして船降りたら、あの、もう戻れないところに降りちゃった。しかも今ビチャって言わなかった？え？え？え？何か持ってった？しかも1個あの物持ってきちゃった。は？どうなったのそれ？下に、ね、待って。ここもう戻れない、これどうしよう。おい何やってんだよ。ふざけんなよ。何円のものを持ってったんだよ。まあ、とりあえず入れようか。ね、待って、持ってる。一回全部入れてみて値段見ようよこれ。なんか叫んでるよ。リサがどんぐらい持ってった感じおる。なんか瓶持ってたよ。瓶ぐらいだった平気っしょ。それここで見えないの値段。あ、見えないわ。あ、見えるわ。339。373、いけるわ。さすがにいけるじゃん。じゃあリハちゃんのやつ貯金でいいじゃん。ああああ。お、行った行った。すいません、あの両手持ちのやつ持ってきちゃったんで。いや大丈夫大丈夫。上がれなかった、持って。あ、いいよ、足りたから。マジで、ほんま、すまへん。マジナイスチーム。あぶねー。マジナイスチーム。マジナイス。ナイスナイス。ふぅ。よし。要求レベル上がってくる、これ。多分ね、400円。こちら、今から貯金があるから今、これで物をいっぱい買ったりできるかも。貯金あるの？うん、この引き継ぎだから。あ、そうなんだ。うん、でも今スコップぐらい、なんかね、なんかスコップぐらいやね、ちょっと高めだけど、なんか良さげなアイテムがあるんだよ。プロフィットクォーター531。いや、でもこれね、あと100円。あ、そっか、531。そっか、531。え、上がりすぎじゃない？急に。ちょっと上がりすぎやね、急に。いや、さっきまで370とかじゃなかった？320だったっけ？ 300 台だったよね。ちょっと高いな。急に高えな。うわー、どうしようかな。なんかいいアイテムあるか。ウームボックス。ウームボックス？本当に強いんか、それ。10ないの、10。10あるけどね、400円するわ。高っ。高っ。ザップガン400円。ザップ高いな、400円。でも10あれば大丈夫って感じだったけどな、さっきのね。シャベルなんかじゃ全然なんかビクとこしなそうなやつに追っかけられてなかったために。シャベルをさ、ペコってやってる間にめっちゃ噛みつかれて瀕死なんだけど、普通に。何テレポーターって。確かにまだ全滅してないね、あんま。最初以来すごくね。確かに。うちらなんで全滅したんだっけ。全滅したのなんで。え、シップアップグレード、わかんない。なんでだっけ。なんでだっけ。え、シップアップグレード、みんなで行ったから覚えてないわ。へー、確かに有料の惑星行こうよ。そんなことより何有料の惑星って。なんかお金払わないといけないとこがあるんだよね。うちらならいけるっしょ。へえ。あ、うちら時間切れで死んだんや。そういえば1日目は。ああ、そうだ。ああ、そっか、そうだ。じゃあ死んでるみたいなもんや。まあそうやね。500円。いや、まだ足りないな。高い？高え。もう一回小銭に稼ぐか。もしかしてうちら優秀？このうちら結構優秀でしょ。花ぶさリーサルカンパニー。花ぶさリーサルカンパニー。マジナイス。この531クリアできたらだいぶ優秀なんじゃないの？確かに。いや、もう天才普通に。うん。よし。ちょっと有料の星行き怖いな。うん、じゃあ有料。いや、これはあれかな、初期の星かな。
もう慣れたもんですわ。ここ慣れてはないだろう。お手のもんですよ。すぐそこですわ。ハサミ B なんだ。オペレーターやらないんじゃないのこれ。絶対いた方がいいって。ちょっとリサももう現地行きたいっしょ一回。いやちょっとうずうずしちゃってますわ。じゃあ私がそれ行こうよ行こうよ。うん。オッケー。じゃあ。まあまあ、え、ねこれさ、これさ、タレットさ、うん、あれするのってさ、あ、今それね、ビューモニターって打って、そこで。ビューモニター。スペル VIEW。ビュー。モニター。モニ。MOT。あ、MOT か。TI。あ、TI 何 ？MON ごめん、モニターだから MO。TOR かな。これ入んなくね？モニター、モニト、モニト、モニトって言って、モニター、は入んなくね？ん？ビューでしょ？陽キャだけど、アニマル？あここじゃないの？ここだね、それ適当に入力しまくってえなエンターなんとかなんとかっていう項目が好きな動物適当でいいよそれ適当でいいよじゃあはいキャットこれはどうリサえ何それその何リサが買ったやつそれかよなんかリスナーが買った方がいいって言うからおいこれなんか寂しくないようにだろにぎやかしってこと？ねえねえ自分の役割それあれかなモンスターのヘイト引きつけるみたいなじゃあ CEO にしようえ使い捨てじゃん本当だこれだって置いてても音鳴ってるもんでうるさいな何どういうことかいらないこれ理屈なんてすごいこれいらないだろえこれマジ使い捨てやんこれなえこれいくらだったの60円高いのか安いのかいい入れた使い捨ては高いよなんだっけそうヘルプって売ってここで回収して帰ってきたらいいのではあそヘルプ時間進んでるからうさん一緒に行かねちょっと待ねここでいいのかはーいうん先ちょっと待ってさすがに持てないわこれでいいのか本当これでいいの？スペース？あ、ここで？はい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 。こう？何言ったら？これで合ってる？おお。で？ここで変えた方がいいのか。スイッチ？スイッチ。あ、スイッ、あ、ん？切り替え？どうやって変えるの？スイッチプレイヤー名？モニターいけた？モニターいけたと思う。今これベニーの視点でしか見れてないから。これ日本語名。そこなんかねまっすぐ前の部屋行くとね化け物いる。あ、上なのかな？そっちは大丈夫そう。これ、うざいんだけど。そこに一個宝物ある。いや、ここで見るのちょっとだるいな。ここだとさ、すぐにさ
あれできないね。あ、そこ多分ね、その正面にいるかも。誰かの上かな、上か、いや1階に何かいるわ、それ正面。そこ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 、なんかいるよ、そこなんかいるよ。これがベニーかな多分。あれ帰り道わかる？ひなの。待って、そこなんか赤丸あるよ。これスライムがいるんだけど帰り道わかる？うわ帰り道、ごめん、あのね設定してたからねちゃんと見てなかった。帰り道、入り道ってさどんなやつかわかる？ってあのリサに聞いて。水色のでかい両開き。これかな。これかな。水色のでかい両開きね、あるんだけど、あるんだけど、そっち行き止まりだよね。スライムの方かもしれない。オッケー、今スライムをね引きつけてる。繋がってなさそうだよな。これこっちでしょ多分。大丈夫か。お、いいよ、いい感じ、頑張れ、うまい、ナイス。え、これ死んだ？これ花房か。花房？生きてる？よね？うん、多分死んだね。でもね、さっきの方だったよ、出口。あ、そこ、そこ。ナイス。帰れてるかな、リサちゃん。これが多分あれだよね、この青いのが。え、待って、死んだ？リサ？え？いや、でもこれ生きてるな。この多分ザバザバってなってないから。あ、来た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 。やばい、目の前で2人スライムにやられてる。おかえり。うん、どうする、回収する？ちょっとトライしてみるか。確かに金がちょっともったいないよな。じゃあ無線でもね、これね、これ以上夜が更けると、あ、てかそうだ、8時だ、じゃあダメだ、8時だからやめよう。そうなんだよね、救えなかったで。スライムに挟まれて死んだのかな。なんかスライム見つぶされてた。なんか、え、音楽かけてた？音楽かけてヘイト引きつけようっていう話だったのに、なんかみんなこそこそ喋るからこっちに音聞いたやつが寄ってきてた。なんか音楽で活性化するらしいぞスライム。え、そうなの？うん、なんかリサちゃんごめん。スライムが音楽かけると速くなるらしいわ。めっちゃウケた。音楽速くなるらしいスライム。えー、そんなバフあんの？普通にやばい。バフあんのやばいでしょ。スライムは音聞かしちゃダメっぽいね。喋ってもダメだし、ね、音流しちゃダメみたいな。そうなんだ。逆効果なんだ。初見だなそれは。わかる。初見殺しだわそれは。ね。ちょっとじゃあもう一回、な、今お金なくなっちゃった。無線だ、誰が持ってる？うち持ってるわ。今床から1個拾った。でも1個、もう1個あるよ、もう1個あるよ。無線あるよ、無線あるよ。
3個ある？じゃあ、あるある、全員あるわ。オッケー。待って、え、3個？リサは死んだんだっけ？持ってるよね。いや、私持ってる。全員持ってるでしょ？全員持ってる。全員ある、全員ある。ライト2個だけ買った。これでもう一回同じ惑星行ってみるか。スライムリベンジ。あそこ少年。やばい。今日はたくさん持って帰ってこないとやばいっすよ。今20人。わかる。4人で行く？あり。いやーでもなー。いやでも持っていく、持ってたくさん持って帰るってなったら4人の方が良さそうだよな。そうなんだよね。勝負の年にする。確かに。じゃあこれ。じゃあみんな無線いらんわ。分かった。全部持って帰ってくるか。あった。確かに。ほっ。4人はやばい？いや、絶対大丈夫。全滅ある。4人に帰ろう。一応ウーマンしてやる。ありがとう。ラッキーの道じゃん。フラッシュライトは確かに必要だわ。いけ！あ、やばい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 。痛い！やばい、激ロ。なんかまだ追いかけられてない？なんかまだ来てない？来てない？もう来てない、来てない、来てない。大丈夫。待って、激ロ。じゃあ、あなた、じゃあ。ねえ、誰？あなたお家の中で指示係で。お留守番です。あなたお留守番。指示係だ。待ってじゃあ無線持ってこ。じゃあ無線取ってくるか。でもあの子もあくまじゃない。無線一人にしない。分かった。じゃあ無線持つね。でも手いっぱいに持ってこ。分かった。持って帰ろう。行くぞ。行こう。まだ9時だ。行くぞー行くぞー。でもあのさ、蜂さ、巣取れたら80円なんだよな。帰りがけに取ってくか。確かに、帰りって、死人を一人出すぐらいだったら死体持って帰ってくればスーパーワースじゃない？そうだね。スーパーオイワース。ベニちゃん聞こえますか？聞こえますよ。こちらオペレーションシステムヤクモテニー、どうぞ。オペレーションよろしくお願いします。うち交互でライト使いますか？はい、よろしくお願いします。切れたもんね。よし、行き止まり。あ、誰かいるって言われたらすぐ言って。反対側の部屋にアイテムありますよ。反対側の部屋にアイテムありますよって言って。あ、なんだ、オッケー。はい、そっちです。あるわ。53円。おー、OK、ナイス。あ、これ両手になるから出入口に置いとく。ナイス。ナイス。この奥違う。この奥何かありますか？なんかでっかい緑の丸がありますね。これ辛いのかな？でっかい緑の丸がありますねって言ってる。え？でっかい緑の丸？いや、それ敵はね、赤だよ。あー、OK、あ、その奥にありますよ。これ、このライト。え、でも、いや、なんか待って。これ取ると電気が落ちて。敵が活性化するらしいから、これ最後だね、取るなら。そうだね、うん。これ最後に取るわ。いいね、うちら頭休み、普通に。そこも、この先なんもないです。この先なんもないです、だって。あ、そっちいる、そっちいる、それいる。そっちいるって、いるって、いるって、敵いるって。下かな。あ？来てない？やばい、俺、何？なんで？いらんの？え、ごめん、何？ちょっと、うち様子見てくるっす。え、ワンパン？目合わせ、全然わかんなかったけどな。ちょっと、裏先輩来て。OK。これ、真下見て、このヒナーノの無線機しかなかった。ベニー、ヒナーノ死んだ？ヒナーノの…あ、エンダーマンみたいなやつか。お前、ヒナーノのカメラ見て、動いてない？体がない。あー、これ死んでるね。これ死んでます。オッケー、これベニー案内して、うちら右側行くわ。え、そんなことある？え、でも連れてかれたから回収できないのかな？え、これ上の方に、あ、赤いてる、出ろ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 、虫が引き出されてる、引き出されてる。多分さっきの部屋の下の階か上の階かにアイテムある。ちょっとどっちかわかんない。いや、これね、上にね、できんだよね。無線機拾えてよかったね、マジで。無理無理
首折るやつ。一つ提案がある、はい、うちが昨日のが死んでるかも。いやでも反対側に、うちが引いて反対側に走るから、ベニ呼んで、ベニと右側行こう。襲われて、見すぎても襲われるから、ちょいチラ見しない。だるすぎる。でも確かに先輩が、いや、うちは死ぬけど、うち全部、全財産置いて死んでいく。マジ？ヒラーノが死んでるところにいるわ、敵。じゃあ、うちそれ一回無線とか持って帰るってことですか？ウルフ先輩の持ち物を。いや、じゃあベニーをこっちに呼んで。上下の階段ら辺にいる、うん、上下の階段の方にいるの分かってるけど、あのね、左の方はもうアイテムなくて、右の方だけにあるんよ。で、右敵ってから、はい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 、ベニー一回来てくんない？こっち側、あのさ、うちが敵のタゲ引いて死ぬから、右側探索してほしい、リサと。そんな、オッケー、向かいます。オッケー、お願いします。大丈夫かな。8やばい。私が一番怖いんだから。なるほどね。うわー、全滅しそう、これ。あ、はい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 、頑張れみんな。ちなみにどうも、今4時で、うん、右側に敵いて、右側にしか多分アイテムなくて、さ、多分最後に見たベニは。でもこれ、うん、左の2階行ってなくないですか？いや、左の2階行ったはず。頑張れ。今日だら稼ぎしなきゃいけないなら行くしかない、行こう。待って、そこに、こいつこんな男気あるんだ。分かった、ちょっと店置いとく。みんなありがとう。分かった。どっち当たればいいんだっけ？で、みんなそこにいて。うん、ウルハさん、待って、ここじゃない方がいいか。外いとく？左いとく？うん。いや待って、うちがそっちに走るからね。あ、わかった、うちがこの奥に走ればいいんだ。上にいていいよ、そこの上にいて。わかった。ベニーもこっちの上にいて。わかった。やばい、待って、早すぎる。ルハさん、なんか、予想の5000倍くらい早い。なんか、あいつ、この電源取っちゃおう、もう行こう。見つめすぎてもダメだし、なんか、見ないといけないんだって、あいつと目を合わせなきゃいけないんだって。でも、この両手持ちのやつ取って。あいつと目を合わせなきゃいけない。でも、見つめすぎても襲われるし、見なさすぎても襲われるんだって。うわー、そういうのなんだ。やばない？普通に。なんか、ちっちゃいの持てる？普通に初見殺しすぎんって。それは初見殺しだわ。はい、やばすぎるよな。あの人の命を無駄にしてはいけない。でもこれ足りないよね。対処方法がちゃんとあんだ。そう、なんか、チラッて見て、スッて多分、チラッて見ながら、多分、違う部屋に行くとか、多分、そういうのをしないといけないっぽいね。あと2日か。うわー、でも、SCP 的なね。わかんないよなぁ。わかんない。ウルハ先輩、いい先輩だった。忘れないあなたのことは。なんかだけ星になった。やばい、うちらどうしよう、最終日。やばい、待って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 、はい、首だ。マジでやばい、最終日。8時間、首だ。もう8時ごとしてる。8時。いたいたいた。いた？いけんのか2人で。私ヘイト。8時目行こうとしてる。いや、うちでもいい。頑張れ。これでもさ、待って、緑色の多分ね、持ってる人についてくるから、あのリサちゃんが船の操作してほしいんだよ、ドア閉めるの。あ、わかった。でも別に死ぬくね。うん、ハチ逃げながら自分で持ってくわ、頑張って。また私激浪なんだって、そういえば。どうかかっこいい。ドアどうやって閉める？かっこよかったけど、ヘルスが置いてきなかった。いいよ、こい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 、ドアが閉めるんだけ。ボタン閉めて、いいよ。おお、ナイス。もう一個、もう一個、ナイス。素晴らしい、うまい。蜂うまいな。はぁ、ナイス。めっちゃうまい。これ最後にやるのうまいね、蜂は。ね、蜂いい、マジ蜂いい。マジナイス。いいタイミングで閉めてくれた。はちゃんと特徴あんだ。スライムは音聞いたら早くてとか。そうそうそう。あ、おかえり。ただいま。ね、あいつ、あ、ひなの言ってあげて。なんか、うん、あいつの対処法があるらしいんだけど、うん、なんかあいつを、うん、と目があったら殺されるんだけど、
でも、うん、あいつちょっと見ないとなんか見てくれなくて拗ねて多分殺してきて、うん、でも見すぎちゃうとそれもそれでなんか恥ずかしくて殺しちゃうみたい。かわいい。だからなんか なんか見たり見なかったりしろ。そうなんかチラ見しないといけないらしい。でもさ、無理。一回も目を合わせないっていうのはなし。なし。それだと殺される。さっきね、目が多分合ってなくて死んだよね。そこで。待って、年頃やの。クソめんどいよね。なんだそれ。やばない。いやでもそういう子もいるよね、やっぱね。恥ずかしがり屋さんつって。そう。なんでそんな名前言ったんだよ。まあ、もうそういうの。問題なのは。そういうの問題なのはうちら222円なことが一番問題だから。得意得意。2日で222円だ。はい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 、はい、あと330円ぐらい足りてない。うわこれどこの惑星が一番感触良かった。今の惑星はね結構むずいね。スライムむずいよね、うん、今だったら割とどこでもいけるかも。ハザードレベルの C だったところどこだっけ。なんかかぼちゃがいっぱいあるとこだっけ。どこだっけな。かぼちゃがいっぱいあるとこは。ああったね。どうだったかな。なんか2点で分かれたとこよかったけどね。そうあそこが多分一番良かった気がする。沼でしょ沼。私とリサちゃんが速攻で漁って速攻で逃げて帰ってきたところが。はい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 。そこありだよな。天候もあるのかな。そこもう一回二手で行くのありじゃない。そうだ、ちょ天候があれだけど、天候が良かったらちょ何の星だったっけ。リスナーおい、誰リスナーおいマーチ。あーマーチね。あマーチは今クソ天気悪いらしい。じゃあダメだ。ちょっとトイレ行ってくるわ。有料の星がいいらしいよ。トイレ行ってくる。オッケー。ちょ有料の星お金足りないんだよな。私もトイレ行きたい。トイレ行ってくる。はーい。マーチか。天気悪いのは嫌だな。でもさ、天気悪いと建物の中なら別にさ関係なくない？って思うじゃん。エクリ、うん、なんか天候の種類があって、うん、エクリプセットっていうのがなんか一番ヤバいっぽい。エクリプセ。エクリプスは常によるじゃあ無理だ。だからなんかめっちゃ反響してる。あそういうことか。あしてるね。なんか私の声だけ反響してない。いやうちのもしてるから。俺ひひえひなのイヤホンも多分マイクが拾ってるね。イヤホンまずマイクの近くに置いてるんだ。うんもう分かっちゃう。ひなののやってること。ひなのんちの間取りまで私口で説明できる。え怖い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 。まず家に入る。あ、宇佐先輩かこれ。何が反響してたの。あ、うちかも。ウルハさんこれ。ウルハさんちの間取りも口で説明できるけどしていい。いや、うちもできる。覚えてる。来たことないよ、ベニー。はぁ、ありますけど。えはぁはぁ、ウルハさん。え、ベニーあったっけ。あるってば。言ったやん。一緒に。はぁ、あ、私にうち D の企画配信見たじゃないですか。見たか。ひど最低最低。ごめん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 。低だわ。ごめん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 。来た。行って。誰と行った。私。リサとひなの。違うけど。違う。違うけど。ミリタヤと一緒に行ったけどな。ひどい。乗ってる場合じゃないよね。 3D の企画配信の後に行ったじゃないですか。あどうだったかも。ごめん。あんまり興味ない。ごめん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 。そういうの覚えられないの。ごめんごめんごめん。そういうの覚えてられないの。ウルハさんちゃんチョコレートめっちゃ食べたじゃないですか。あ食べてたわ食べてたわ。それで思い出すのかよ。食べてたわ。そういえば誰か食べてたなとは思った。チョコレート。お帰り。だって食べていいよって言うから。食べてたわ。よいしょ。よしじゃあオフェンスでいっかな。うちら今日稼げなかったらクビだよね。そうです。今日でだから稼げなかったらやばないから稼がなきゃいけないんだよ。やばい。そうだよね。これマジでどう思う。全員で払うか一人残るか。もうかけようよ。全員で払わない。
全員で払う。で、海中電灯じゃないし。確かに。でも海中電灯だけで行くの結構限界ない？まあそれはそう。と詰まるんだよな。じゃあ無線よ。うん。じゃあ分かった、一人だけ無線持ってて残るわ。分かった、ダメダメ、リサちゃん行こうよ一緒に。お、分かった、行こうよ、行こうよ一緒。じゃあうちが残るわ逆になんでよみんな分かった、じゃあみんなで行こう、みんなで地獄に。 OK、 みんなで行こう、行くか。で、うん、え、二手に分かれてさ、一人ずつさあれ持たない？あ、そうだね、そうしよう。で、だから7個拾ってくる。計計7個ね。オッケーオッケーオッケー。そんなに拾うことない。いらないんだよ、そんな拾えないことない。移動だけ高い。え、だって1個30円のやつ7個拾ってくるだけでいいんだよ、だって。そうだよ。じゃあ。え、会長電灯持ってる、ベニー。持ってない。あ、そうだよね。え、じゃあ、行こう。時間ないから。達者でな。家の子あったっけ？ 7。え、家の子なくね？ないよ。え？はい、ウーバーイーツしてないよね。ウーバーイーツしてないっす。あ、会長出てないっす。あ、じゃあもう一緒に、じゃあもう一緒に行こう。じゃあみんなで行こう。オッケー、みんなで行こう。目に行くぞ。みんなで速攻で遊ろう、みんなで速攻で遊ろう。持ち物はあの、あ、待って、会長出てない。持ってる、持ってる。は？持ってた、持ってた、大丈夫だよ、お前。ごめんなさい、ごめんなさい。正面入り口までみんなで一緒に行こう。わかった。こっちか。あ、でもここさ、蜂いるから最後に蜂持って帰ろうぜ。オッケー。こっちっすじゃないですか。そっちっすね、多分。これ下から入れないの？下から入れる。入れるんだ。帰り道こっちから来たからね。確かに。本当だ。全然下からの方がいいやんこれ。ん？うわ、眩しい。やばい、眩しい、ここ。便に頼んだぞ。分かった。懐中電灯は。あ、分かった。どこだ？行くで。10時か、急ごう。入ってきてから、うちら右行くよ。うちら右行くね。じゃあ左行くか。行くぞ。OK、まず1個両手持ち。はい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 。よし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 。でかい、かなりでかい。あ、すごい、なにここ。え、なにここ。え、なにここ、すごい。なんもなんもなくね。ね。ありそうなもんだけど、なんかモンスターの音っぽいのがした。うん、なあ、え、なんもないんだけど。は？何の音これ？わかんない。怖い。怖い。やばい。上か。うん、オッケー。上か。上行ってる。うちらも上行ってる。もうね、あっちの辺何もなかった。あ、なかった。オッケー。うん、何もなかった。あ、でもこっち広い。いるいるいる、雲、そうなの？多分遅いし、喋んなきゃ大丈夫、多分雲は。じゃあうちビリについてこう。やばいやばい、逃げよう。いや、声出さなかったらマジで大丈夫だったよ今。あれって普通に、うん、じゃあ無言でいかね。うん、うちビリに無言でついてくわ。
ライトは？一回中入れよ、こいつ。こいつマジ思ったよりやばいから気をつけて。ねえ、その看板武器になるらしい。え、マジで？でもスライムやれないらしいよ。ひなのこう鍵ある。なんで襲われた？あれは普通に戦わないといけないやつ？ここどこ？ハマってめっちゃある。いや、その入り口に1個アイテムがあったから、多分それを拾って帰ろうとしたから。出れるのは知ってたけど、うんうん、入り口にあったアイテムを拾って帰ろうと思ってたから。まあ、確かに外から入り口でもよかったな。まあ、そんな頭はないよ、こんな状態で。私のことも持って帰って、リサちゃん。いや、別の人は生きてる。あった。私しかいないもん、まだここに。花房、頑張れ。なんでこれ花房動いてんの？ちっちゃいのに。これなんかあれかな、モンスターに動かされてるの。そういうこと？待って、行くな、行くな。これ見るわ。あれ持ってって。これ見るわ。行くな。オッケー。ダメ。行っちゃダメ。行っちゃダメ。行くな。生きてんのか。クソ笑いながら生きてる可能性はあるの。やばい、夜なんだけど。行くな。外に何かバケモンいるから喋んないで行った方がいいよ、しゃがんで。こいつに叫ばないのは無理じゃない？無理だ。かぼちゃ食ってね、あいつ。え、わ、ほんとだ。
動かされてる。ベニー聞こえる？聞こえるよ。お前これリサ死んでるかも。もう動いてない。嘘。リサの周りにアイテムはあるけどって感じ。これ10時か。帰った方がいいかな。いや帰った方がいいかも。よく気づいた。オッケー。帰ってね。ティラノサウルスにだけは殺されるな。ベニー喋んないで帰ってきて。一応はい、やべにゃ逃げ足くわい。あーこれ、うん、リサ動いてないわ、うん、死んだな、じゃあ、うん、なんかさ、花火さんのさ、まあ、やばくなかった、なんかめっちゃやばかった、やばい、リストラされる、やばい、仮面ライダーのショッカーみたいなやついたよね。全然ない。あいつは倒せるらしい。あ、そうなんだ、うん、もうマジでフリーもう怖すぎる。でもしょうがない、頑張ったよね。マジで一旦帰ろう。なんかじゃあ今日は全員7個持って帰ろうって勢いだけよくて、いつもなんか一旦帰ろうって言ってた気がする。死体をもてあそばれてたりさ。大丈夫か。やばかった。何に死んだの？何に殺されたの？ショッカーに追いかけられた先に雲がいて積んだ。イエーイって言ってた。マジでやばかったよ。マジで積んでた、あれ本当に積んでた。あれは5匹ぐらいいたよな。そうで死体をなんか虫にもてあそばれて動いてる判定なって、そう生きてるから迎えに行こうって言ってた時、絶対行くな絶対行くなって言ってた。そういうことね。そうそうそう、なるほどね。マジ危なかった。社長に会いに行かなきゃいけないから、ね、行かなきゃいけない。行ってみよう、まあ、頭下げたら、まあ、分かってくれるかもしれない。謝ればね、86円で割れる、うん、謝れば分かってくれる多分。大丈夫や、話せばわかる、話せばわかる、大丈夫。そうだよ、もううちらだって勤務してからもう3時間勤務してるよ、もう。そうだよね、だいぶ中も、そうよそうよ、良くなってるよ。え、本当だ。え、もうこんなやってんだ。そうだよ。持ってきますか。よし、持ってきますか。持ってきますか。そう、いや頭下げる準備しないと。おさ、もう無線機とかも売っちゃおうぜ。ね、ありがとうございます。フローちゃん久しぶり。あ、久しぶり、久しぶり、ちゃん。どう最近？お、最近めっちゃいいっすよ。あ、いいっすよ。ひなのちゃん久しぶり。あ、どうも。最近めっちゃ、こんにちは。めっちゃいいね、最近。お疲れ様です。最近なんか活動楽しそうだね。はい、のりさんです。おいしい。ちょっともう家にあるもの全部売っちゃおうかなって。うちらの社、うちらの社長の真似。それも納品するわ、これ。あ、めっちゃ最近元気。どう？おいしいっす。おいしいっす。お疲れっす。これ入んないけど、これどうやって無線入れたの？いいで、いいでです、いいで。あのセレクトのアイテムっていうのに合わせて置く。なんもないや。おいっす。あ、お疲れ様です。あ、おいしいっす。納品に来たんですけど。あ、納品。あ、オッケーオッケー。あ、はい、それ誰々くんやっといてくれる？ええって。めっちゃ似てる。あれ、いけた。なんか案外いけてるわけねえだろ。あ、なんか言ってる。何？やばい、怒ってる。怒ってる？いや、そんなことない。お、すいません、あれ納品間に合わなかったんですけど。どうなってる、もしかして画面は。これ逃げろ逃げろ逃げろマン逃げろ逃げろマン。船出すか。どうもなってないぞ。なんか行けたんじゃね。次の日を迎えられるのか、私たちは。え、頼む。なんかの手違いで無線とかも入れてきちゃったけど。うん、あ、え、あ、え、あ、え、無線？いや、無線はまあ大丈夫。え、これ何、どうなってんの？あいよー。デッドラインな。あ、うわー、あ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 、
なるほどね。こちらがゴミになったんだ。頑張ったのに。こちらがゴミになったってことか。なるほどね。そう。本当か最初からってことですか。お前ら。スペースデブリ。頑張ったけどね。ね。まあ、でも結構頑張った方なんじゃない。頑張ったよ。めっちゃ頑張った。初めてにしてはすごく稼いだと思うよね。首感。これこうやって若い目が積まれていくんだ。うわー怖かったー。マジで怖かった普通にね。あのさ、あの目があったらやってくる人型のやつが一番怖かった。やばいよ。あいつ怖かった。やばすぎる。ひなのいたんだ。だでさドア出てさリサとさあれひなのわってなった瞬間結構戦慄したんだけど。そう。無線機だけ落ちてんの結構やばいねあれ。そうひなのがいないってなって中入ったら無線機と結婚だけ残される。そう。マジでホラーだったあれ。えみたいな。ステリーバリのホラー。マジでね一瞬で殺された普通に。マジ怖かったあれ。多分あれやっぱ遭遇したら失神するよ。え見たかったそれ。マジで怖い。マジで怖かったぞあれ。一番怖かった。はあ。はあ。これクリアとかあんの？ありますか。多分そうなんか。あるんじゃないかな。もう無限にこれが続くってこと？どうなんだろう。プロの人たちは1000いくらとか2000いくらとか言ってるのか。なんか噂によると有料のなんか1回行くのに700円ぐらいかかる星とかはなんかもう1回のレイドで2000円とか1000円とか。できるらしい。あでも有料のとこはちょっと一気になったな。一気になったけど。きたかった。苦しかった。いやーわかる。終わりますかじゃあ終わりますか。終わりになったことだし。じゃあはい配信締めてきまーす。はい締めてきまーす。ありがとうございました。よーよいしょ。はあ苦しかった。はあ苦しかった。え、すごいなこのゲーム。普通に怖いんだけど。久しぶりにこういうゲーム V スポでやったな。なんかファスモフォビアみたいな感じのドキドキ感があってよかったね。でも死んだ時がやっぱ一番おもろいわ。でもはあまあでもこれをマジで作業もうとんでもないスピードでこなしていくクロートの動画とかあるんだろうな。はあ疲れました。いや今日はこの辺で終わりたいと思います。めっちゃ疲れた。だって他の人の視点も見よう。スーパーチャットをお読みして終わりたいと思います。造船所クラゲシスタールスキーオムナナシケスーパーチャットありがとう。A そのスーパーチタリアと、はあ、お腹すいた。 SN してスーパーチタリアと、一ノ瀬空蘭月 YS ルススキー忘れるMTDA ナスちゃんリュウちゃんスーパーチットじゃないメンバーシップ登録ありがとう。ではまた次回の配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。